ドン、ニコ生をご覧の皆様、アメーバ TV フレッシュをご覧の皆様、こんにちは。4月12日火曜日 AW ニュースウィークリー深川です。この番組は政府の動きを中心に1週間の政治経済ニュースを解説を交え、視聴者の投稿とともに振り返ります。今日のコメンテーターは東洋英和女学院大学大学院客員教授でジャーナリストの中岡望さんです。中岡さん、よろしくお願いいたします。音が漏れていますよ、富田さん。僕のってお前のだろ。これか、はい、すいません、パソコンから音が漏れていました。こんにちは、ごきげんよう。今日もよろしくお願いします。今日はちょっとですね、諸事情があって開始が30分遅れてしまいました。皆様どうもすいませんでした。ということで、はい、寸評を長尾さんお願いします。はい、まずすいませんが、遅れた理由は私なんで申し訳ありませんそうなんです、はい、実は中岡さんです。はい、そうですね、まず為替相場の話をしたいと思いますね。円高、はい、実は私はね、東洋経済の記者になってる時に、はいはい、80年代ですけども、はい、為替記者だったんですよ。はい、で今いろんな新聞がアンケートを取ったり、まあ、為替相場の見通しなんかやってますけども、はい、実はあれは始めたのほとんど僕なんですね。そうなんですか。それまでは例えば毎週毎週予想を出すとかね、はいはい、ディーラーのインタビューしてですね、はい、そこからこう記事書くとか、はい、例えば僕は100人ぐらいのディーラーからデマアンケートを取ってですね、週に1回ぐらい、はい、で大体その分散をこう、なるほど、そういうことを始めたんですよ。ですから結構僕自身のね、当時、うん、為替要素も当たってましてね本当、はい、で結構それなりにいろんな有名なディーラーさんとのお付き合いなんかもあったんですよね。で、まあ、国際金融っていうのが一つの、まあ、ベースになったわけですけども、まあまあ、それから、まあ、ちょっと離れて、でしばらく10年ぐらい前、FX の会社ありますね、はい、FM.com、はい、あそこに僕はコラムを持ってまして、でそこでも為替予想をずっとやってまして、でそういった意味では為替とは全く縁がないわけじゃないんです、はい、まあ、ただまあ最近はそんなにクロースに見てないんで、はい、あれですけども、はい、ということで、まあ、今回ちょっと急速に縁が動いてるのでですね、ちょっとお話をしてみたいかなと思ってます。はい、まあ、もちろんアベノミクスとも何度もここで議論してきました、はい、アベノミクスの根本は何かといったら、はい、基本的には円安政策と、はい、株高政策だわけですね、はい、円安政策っていうのは何かといえば、要するに輸出を増やしましょう、はい、から輸出企業の収益を支えましょう、うん、ということですね、うん、それは、まあ、翻って言えば、例えば企業業績の改善という形の株価を上げていると、うんうん、同時に、まあ、超低金利、まあ、ゼロ、まあ、要するに金融緩和で、ね、うん、資金も要するにそちらの株式投資に向かうだろうと、うんうん、そうすると株が上がれば、まあ、やる資産効果っていうのがあってですね、うんうん、それがまあ個人消費をまあ刺激することはあるでしょうと、うんうん、というのがですね、一番、まあ、ちょっと単純すぎるかもしれませんけども、うんうん、そのアベノミクスの、まあ、一番手っ取り早い景気政策だったわけですよね、はいはい、ところが株も、うん、為替もですね、うん、全くアベノミクスの想定とは逆に動き始めていると、うん、しかも、うん、マイナス金利を導入してからむしろ、うん、円高が始まっているという、非常にこうどう説明しているのか非常に分かりにくいところがありますよね、うん、で先行きの話もあります、うんうん、でこれは一時的なその円高局面なのか、うん、これからさらに円高が進んでいくんだろうか、うんうん、まあ、これまで見通しが分かれるところですけども、うんうん、ただ一つ言えることは、結論的に言えばね、うん、やる例えば110円120円、うん、例えばそれ以上の円安というのは多分もうないと思いますね、基本的に。ああ、そうですか、はい、115円が死守って言ってたんですけどね、はい、今、マーケットで言われているのは、うん、次 の、 まあその抵抗線というのが105円、105円なの、ですから抵抗線ってこれ割るか割らないかってことで、はいはいはい、割ったらまたギュッといっちゃうかもしれない、はいはい、これ支えきれるかどうかって話になるわけですよね、うんうん、だそういった意味では方向はですね、実は円高の方向にまあシフトしていると、うんうんうん、で私のまあ知人でありですね、一緒にいろんなことを教えていただいたの榊原英介さんという、はい、財務省の、はい、まあ、青山の先生しておりますけど、うんうん、まあ、ミスター円、うん、彼が外国のメディアなんかにインタビュー受けて、うん、彼が予想しているのは年末100円、うん、予想してますね。あ、まあ、今日の相場が108円台です、ね、まあ、まだ先へどう動くか分かりませんけども、うんうん、マーケットの雰囲気はですね、若干そっちの方に動いてきてるんだと。なんかあれですよね、ちょっと2つの情報があって、はい、マスコミ情報なんですけど、一つはアメリカの長期金利ですか、あれのごたごたに、こうして
日本の円を買っているので日本の円高が進んでいる、うん、でもう一つはあの菅官房長官が昨日だか一昨日の会見で、その円高に動いているのはあの投機的な買いが入っている可能性があるとか言ってですね、うんうん、一応会見で言ってるんですよ、うん、で要するに慎重に、この局面を眺めるっていうふうに言ってるんですけど、うんうんうん、まあ、一つはね、まあ、最大の今回の大きな転換点になったというのは、うん、FRB アメリカの中央銀行が利上げをしないだろうと、はい、当面はと、はいはいはい、当初はもっと頻繁にね年内かなり4回も5回もやるんじゃないかな、うん、それはちょっと先送りになってきた、うん、でその最大の要因というのは世界経済が思ったほど良くない、うん、はい、で特に中国がクソと失速したからね、はいはい、それがアメリカ景気にもかなり影響を与えてきてて、うん、アメリカの景気の回復もちょっとは鈍くなってきてると、うんうん、で失業率もそれは改善が進んでないと、うん、そうするとここで上げるべきかどうかというところで、うん、やっぱりアメリカの金融政策の問題があったわけですね、はい、で円安が進んできた大きな局面というのはやっぱりアメリカが金利を上げるであろうと、うん、はい、という想定で国際的な資金が動いたわけですね、はい、しかし上がらないとなると当然その国際的な投資家というのは資金の見直しをするわけですから、うんうん、アロケーションの見直しをするわけですから、はい、ドルに対して投資したものを引き上げてくる、はい、しかし他の通貨にどこに持っていくんだとなるわけですね、はい、そうするとやっぱり今ある種比較的相対的な意味でね、これまた議論があるところだと思いますけども、うん、はい、やっぱり円が安定してるんですよね。ですよね、でもう一つはその為替相場はですね、うん、まあ、さっき投機って話がありましたけど、はい、投機って別に悪いわけでも何でもないわけなんで、うんうん、投機がなかったらマーケットは成立しないわけですね、うんうん、投機イコール悪者って議論はね、うん、微妙なこうなんかあまりにもちょっとナイーブな議論があって、うんうん、で例えばちょっと話を聞きますけどね、うん、東京市場の外為取引の、うん、半分以上は、ね、FX ですよ、うん、個人投資家ですよ、うん、それぐらいにもそういう当たり前のマーケットになってきたわけですよね、うんうん、あとはそのやる機関投資家なんかのやるポートフォリオ投資、うんうん、だから投資を言うと、ね、一つは資本合わせと貿易合わせと2つあるわけですよ、うん、貿易合わせというのは要するにその輸出した代金、うん、輸入した代金の、うん、それは需要と供給があるわけですから、うん、それはマーケットで売ったり買ったりするわけですね、うん、でも実際上貿易合わせっていうのはもう全体から言うとそんな大きくないわけですね、うんうんうん、資本合わせです、うんうん、資本合わせっていうのは例えばアメリカの株に投資する、うんうん、債券投資するあとは直接投資ってあったね、うん、向こうで買う方が会社を作るとか、はいはい、そういったものをするときに外貨を調達して資金調達が出てくるわけですね、うん、はい、特に証券投資っていうのが非常に大きなウェイトを占めてくるわけですよ、うん、ですからそれがどう動いてくるかってことは非常に大きなポイントになってくるわけですね、うんうん、ですからそういった意味では見てますかね、今日本の資金としてはアメリカから出始めてる、うん、ただ問題なのはじゃあ日本に入ってくるかってどんどん入ってきてるかって非常に微妙なところでね、うん、例えば株式投資は今度見てますと、うん、外資投資家はずっと売り越しが続いてるんですよね、うんうん、で売り越しが続いてるってことは本来ならそれは将来ドルに持ってくとすれば、うん、円売りドル買いになるわけですけどね、うんうん、そうすると円安ドル高になるけど、うんうん、そういう形では動いてないんですね、ですからその、うん、株式市場における売り越した関係資金がどこに行ってるんだろうか、うん、多分それが他の国債とかね、だから国債もある意味で今ほとんどネガティブな、はい、イールドはねネガティブになってるわけですから、はい、そのあたりはちょっとちゃんとフォローしてみなきゃいけないかなってことあります、うん、だからそういうまず資金の流れが、うん、ただ大きな言えば、うん、世界的な不安経済不安状況が高まってて、うん、比較的に安定的な資産としての円ってが先行されてるんだろう、なるほど、ただ入ってきた円がどうなってるのかって、うん、ちょっとまだそのフローを見てませんけどね、うん、でもう一つはねこれ貿易もありますけどもね、ずっと日本は貿易の赤字が続いたわけです、うん、で今度になって黒字になってきてるんですよね、うんうん、でそういった意味ではこれは面白い円高要因になってくるわけです、うん、だからもう一つは長期的に言いますとね、うん、購買力で見たら、うん、やっぱ実は円の価格って上がってきてるんです、十分評価今過小評価されてるわけですね、要するに物価ほとんど上がらないわけですよね、うん、はい、他の国はね結構どうのこうのいながら 1% 2% 上がってるわけです、はい、途上国も上がってるわけ、はい、そうするとね円そのものの購買力上がってくるんですよね、でそれは逆に言うと円が施行されるということになってくるわけですね、うんうん、ですからそういったものはいろいろ絡んできてる、からもう一つはね、うん、やっぱり日銀が本当にやれるのか、市場介入できるんだろうか、ね、今回もね、はい、するんじゃないかっていう、で、うん、多分難しいとは思います、ただまあそれやるかやらないか分かりません、うんうん、ただやるかやらないかっていろんな要因があるわけですね、うんうん、国内要因から考えたらやりたいと思うんですね、うんうん、要するにドルを買って円を売るってことは、うん、マネーサプライ資金を供給することになるわけですね、うんうん、それをそのまま放っておくってことは負債化政策、要するにこれ買い戻すとね負債化政策って言うんですけど、うんうん、負債化政策をしなかったら
介入した資金はそのまま市場に残るわけですから、これ金融緩和をまた後押しする形になるんですね。ただ問題なのは、要するにそういうもう通貨を切り下げることによって融資を増やす、我々の意味ではその国際的な切り下げ競争を融和するとか、ましてこれから G7 があるわけですからね、で多分今までような形ではね、特に黙っておるってことはないと思うんですね。で多分今までアメリカはどっちかというとドル高を受け入れてきたわけですよ、はい、でその中で世界経済が増やす、あるいは自分がその負担を負うような形だったんですけども、はい、逆にここに来てね、やっぱり自国の経済相当先行きが怪しくなってきたから、やはりもうある程度為替、ドル安を持ってきながらという発想に転換してたんだと思うんですね。で我々は日本にいるから日本で物を見るわけですけども、グローバルな為替相場を見ればやっぱアメリカの政治スタンスというのが一番大きいんですね。アメリカはドル安を望んでいるのか、ドル高を望んでいるのか、ドル安を受け入れるのか、ドル高を受け入れるのか、それによって結局、ね、国際的なマーケットのものすごく影響を受けるわけです、そういったのが一つの背景に、日銀は加入しようとしても多分難しいだろう、いや多分アメリカは多分これ以上のドル高っていうのは、むしろドル安に持ってきたいんだろう、というのが多分マーケットにこう浸透し始めてるんですね。だから当然アメリカドル、ドル安を狙っているから円が高くなっていくっていう構図なわけですね。だから円が高くなってるからドル安くなってるという見方は逆なんですね。ドルが安くなってるから円が高くなってるんだという、だから日本が主体的にこう動かしているというよりむしろアメリカの動きにこう政策、意図というか、政策者 の、 その、狙いというか、そういったものがやっぱりマーケットにこう浸透してくるわけですね。ですからさっき言いましたように、当面105円が抵抗線だと、それを割り込めば、坂倉さんじゃないですけど、他 の、 有名なディーラーなんかもですね、年末100円ありというのは言い方してますよね。そしてもしそのシナリオが成立すると、アベノミクスのシナリオが完全に崩れてくるわけですね。で逆にとか株式市場が安くなっている原因というのは、ね、2つあると思うんですね。1つは要するに円高になってきた、輸出企業の収益が悪くなるだろう、そうですよね、そうするとその株高要因がなくなるだろう、2つ目は、ね、株式の指数に大きなウェイトを占める金融機関の収益が悪化してきているんですね、これはネガティブ金利、マイナス金利というのは何をもたらしたかというと、銀行収益を圧迫しているんですね。銀行収益が悪くなるから輸出企業の収益も悪くなると株式市場を支える要素が何もなくなっちゃうんですよ ね、 なるほどね。そうするとなんで買ってくるんだと、で当然で日本株を買ってた要するに国際的な投資家っていうのはむしろ、株を売ってるわけですよね。と株式市場が多分復活する可能性って非常に今の状況でも厳しいわけですね。一時期調子良かったんですけどね、ですからそういった意味では本当にのアベノミクスの基本的なシナリオのところは、崩れてきてるというふうに考えていると思いますね。中田さんこれねいっぱい来ました、最近あれなので眼鏡かけますが、こんにちはごきげんよう、いえいえこんにちは、どうもこんにちは、アベノミクスは失敗している、笑顔でごまかせ時期尚早今日も遅刻しました、友達を港で見送っててごめんなさいって言ってもね、こっちも遅刻して4時半から始めたので、まあ今日はお気になさらず意見いっぱい書いてください、金融政策に頼りすぎ、今日は1万5000円台に戻りましたがなんでですかねって、そのお話がいい、あるしちょっとの反発あるけど大きい流れは株安に動いてるっていうことですかね、急激な円高は、パナマ文書で租税回避35兆円を日本国内に戻しているからですかって、これどういうことですかね、だから要するにそのタックスヘイブンでお金がそこに預けられてるわけでしょ、はい、そこはいろいろ調査されればそういう意味ではお金はだからまあ、要するに本国送還するとか、そういったことを多分言っておられるんじゃないかと思います。なるほど、それは影響がどこか分かりません。なるほど、はい、ですね、アベノミクスがなければもっとひどいことに、やらなければどんなにマシだったかも考えよう、どうなんですかね。でもなんか俺安倍さんは頑張ってると思うんですけどね、パナマ報道しないのは世界2位の租税回避した35兆円を関係者が引き上げ中だから、あこのことですよね、はい、戦後世界秩序の崩壊を考えれば円高傾向は不可避、利上げなんて無茶するから、
金融政策するなら購買力を刺激する消費減税や財政主導もしなければいかんのでは。これ中岡さんの似てるんじゃないですか。要するにあの今何が金融政策、さっきおっしゃったよね、はい、金融政策っていうのはもともと極めて限定的な効果しかないわけです、はいはい、ですから金融政策だけで何とかしようっていうのは非常に難しいし、うんまあ、繰り返し繰り返し言ってますけども、うん、金融政策っていうのは引き締めは効くけども緩和は同じように効くとは限らないわけですよね、うんうんうん、ですからこれはだからまさにその通りだって、うん、そうするとやっぱり需要サイドがどう動くかって話ですよね、うん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 、で要するに日本の 国民状況を言えば、うん、お金がないわけじゃないわけですよ、うんうん、マクロで見れば、うん、ただ使わないわけですよね、うん、使わないというのはやっぱりそういうその将来に対する不安があるということですね。確率が高いわけですから、はいはい、からこれからますますその社会保険料が上がってくるのであればね、はい、やっぱり貯めてしまうわけですよね、はいはい、ですからいかにして使わせるかってところの議論もないんですよ、うん、で基本的には企業サイドというかサプライサイドだけ見てるわけですね、うんうんうん、だから金融を下げてやって貸し出しやれば、うん、要するに資本コストを下げてやれば企業は設備投資をするはずだと、うんうんうんそういう非常にサプライサイドの議論しかしてなくて、うん、ディマンドサイドの議論ってすっぽり落ちてるわけですよね、うんはい、でしかし現在問題はその資本コストを避けてやっても、うん、期待収益率が上がらなかったらやっぱり設備投資ないわけですよね、うんうん、で基本的に今日本だけじゃなくて世界的な大きな問題は供給過剰になってるわけですね、うんうんうん、そもそもそういうようなストック調整が必要になってきてるわけで、うん、そこのところに、ね、お金を安くするからね、うん設備投資や事業拡大しなさいってもそもそも無理な話なんですよね、うんうんうん、ですからサプライサイドとディマンドサイドっていうのは等しく見ながらやらなきゃいけないし、うんうん、ただそれは短期的なものと長期的な議論があるわけでね、うんうんさっき言いましたように一応日本のうち最大の問題っていうのはやっぱりこう政治的なまた政策も含めてね非常に不透明なわけですよね、うんうん、だから我々は将来予測できないわけですから、うん、何年か前ね、うんまあ、これで年金問題は大丈夫だと言っても全然この大丈夫じゃないしでもう本当に社会保険料のこう上昇かなり大変なものなわけですね負担というのはね、うんうん、から教育のいろいろも含めてね、うんうん、そうするとねやっぱり今使え、まともに考えれば使えないですよね、うんですからケインズがやったのね合成の誤謬ってなんですよ、うん、一人一人は貯蓄をすることは合理的な選択なんですよね、うんうんうん、しかしそれをみんな合わせちゃうと何が起こるかというと、うん、需要が低迷して経済が縮小するというね、うんうん、黒人の合理性っていうのはね国家の合理性の経済全体の合理性につながらないわけですよね、うんうん、まさにそういう今状況が起こってて、うん、みんな一生懸命自分も生活を守ろうとしてるわけです、うんうんその結果として自分の足を引っ張るみたいなね、うんうん、そういう状況があって、うん、じゃあ使えたって使えるもんじゃないわけですよね、うんまあ、生活保障とかね、社会保障が安定してると使えないですよね、それは政策、だから政策が、うん、要するに我々は将来をある程度予測できる、うん、例えば働いたら大学出て15年、10年働いたら、うん、その中の家が買えるとか、うん、子供のための予測できるかとか、うん、今はだって雇用だってどうなるか分かんないわけですよ ね終身雇用みたいなのもほぼ崩れてたわけでしょ、うんうん、だから若い人たちも優秀な人はと別でしょうけども、うん、普通の人たちってのはもう給料も上がらないわけですよね、うん、仮に正社員となった人もそういうわけだから、うん、そうすると将来が見えないわけですから、うん、なかなかそういう投資もできないし、うん、やっぱり使っていこうって気になかなかなれないでしょうね、うんまあ、全員が全員そういうわけじゃないわけですから、でもそれが大きなメンタルのね、うん、要因になってるんじゃないかと思います、うん、はい、続けて中本さんバンバン来てます。初見ですっていう人もいます。初見の方もどんどんご意見ご質問書いてください。中岡さんが答えます。アメリカも自分のことだけしか考えないからしょうがないかもって、まあそうなんですよね。初見さんいらっしゃい、ここの人たちみんな優しいですから、初見さんも気になさらずどんどん書いてください。日本一国でどうこうできる問題じゃなくなってるのが辛いよねって、そういうことですよね、うん、そうですね、まあ、要するに例えば日本経済が一つうまくいかないというのは中国経済の低迷だとかね、アメリカ経済も、要するに日本の経済というのは基本的には輸出、成長というのは輸出に依存しているわけですよ、うんうんはい、国内の需要が伸びてこない、高齢化いろいろ含めてですね、はい、その日本経済が成長するためにはどうしても国際市場が必要なわけで、うん、その最大の市場が日本にとっては中国だったわけですよね、うんうんうん、で中国は頓挫すればそれと日本もその頓挫するという状況が起こってきているわけでしょ、うんうんうん、まさに経済というのは一国では完結しない、うんうん、そうなんですね、はい、いきます。外国人投資家に翻弄される東京市場、妄想経済、世界は妄想で成り立っているのか。なるほど。円高になると予想するから日本株売りに、うん、リスクと損失を回避するのは人間の心理、購買力低下、欲望に任せる金融システムはバブル多発経済、うん、まだねガンガン来てるんですよこれが。
さっきね、租税回避した35兆円を国内に戻しているから急激な円高になったんですかって、それはどうなんですか。いや、僕は分かりません。もだって戻すってことはね、逆に言うと、うん、必ずそのウォッチされるわけですからね、うん、ですよね。それはその単純にこう黙って戻せるわけじゃないわけですから、うん、逆にそのディテクトされてしまうんじゃないですか、うん、急速にこうあとは引き上げるということはね、うん、サミット後にしか動けなさそう、ユダヤ人が大儲けでござる、集金モードに入ってるけどうまくいくのかな、マイナス金利だからこそ財政出動するチャンス、そうですかね、マイナス金利だからこそ財政出動するチャンス、まあ、そのおっしゃりたいことは、うん、要するに国債の金利が安いわけ、あ、そういうことか、だからたくさん出したって金利負担が増えるわけじゃないから、うんうん、バンバン出しちゃいなさいってことで、こちらバンバン作っても買ったら売ってもいいよ、まあ、そういうことを、まあ、多分言いたいんだと思います、ね、うん、これ以上のドル高って具体的に110円なのかなって、だから100円っていう人も言ってるわけですよね。なんだ先生たちも遅刻だったのか、廊下に立ってなさい消費減税プラス財政出動早してねってことですね。それからですね、国家を家計簿で立てるのは間違い、うん、あ、これ借金のことですかね、借金、国債のこと言ってるんですかね、多分ね、とりあえず賃上げは必要だね、金持ちだけが豊かになろうというのは甘い、いやね、なんかね、賃上げはね、本当、した方がいろんなことを考えてやった方がいいと思うんですけどね、うん、これも僕は一つ組合の問題だと僕は思ってるんですよ、はい、で今回、例えば金融関係の組合っていうのは、ね、ほとんど賃上げ要求を引き下げてるんですよね。ああ、そうそうそう、あれ、気使ったんだよね。だから要するに、銀行の収益はよくなくなりそうだと、うんうん、じゃあ、ここで賃上げ要求するのはちょっとあれだから、ちょっと控えましょう、うん、そういう発想なんでしょうね、うん、でもね、歴史を見るとね、賃上げはやっぱ戦えて取っとく、戦って取るもんだってね、うんうん、お話をして賃上げを獲得するわけじゃないわけですよね、もちろんそれはほど限度がありますけども、うん、そんなに資本家っていうのは優しくないしね、慈善家でもないわけです、うん、やっぱりそういう危機の中から、うん、実はちゃんと賃上げを取り上げて、うん、その中からじゃあ企業はどういう形でね、それがその合理化をしながらね、うん、収益率を高めていくかっていう、うん、そういう緊張関係が必要だと思うんですね、うん、それはね、会社が悪そうだからじゃあちょっと俺たちも我慢しようっていうのはね、うん、つまり労働組合ではないですよね、うん、で それやっていくと結局安倍さんも賃上げして、うん、でみんなが買ってでデフレ脱却してインフレに行こうよって言ってるのに、うん、企業が内部留保して先が不安だからっつって、うん、賃上げしないわけじゃないですか、うん、でそれに乗っかって組合も賃上げしないなんて言い出したら、うんうん、それともう一つはね、ちょっと正確な数字はちょっとはっきり記憶ないんですけども、はい、だから野村総研の調査だったと思いますけどもね、はい、株式配当は10兆円超えた、あ、そうなんだって話がありますね。要するに企業は、ちょっとその企業は儲かったお金をどうしてるかというと、うん、賃上げに向けないんですね、うん、まずどこに向けるかというと配当を増やすわけです。あ、株価上がるためにね、はい、でもう一つは実は役員配当、役員報酬を増やす、役員報酬はね、もう10倍上がってますからね、もっと上がってますよ、うん、ですからね、ちょうどあれ実質賃金っていうのはね、うん、この20年ほぼ横ばいなんです。横ばいですよね、はい、で一番増えてるのはですね、実は配当金なんです、うん、あと役員報酬も10倍ぐらいになってます、ね、そうですから、ちょうどここ労働賃金に対して役員報酬株式買うと、うん、なるほど、だから儲かっているものをどこにやってるかというとそこにって、うん、なぜかといえば要するに株高をやりたいと、うん、株高やるってことによって逆に役員報酬も増えるわけですよね。そういった意味で完全の方がある意味では その、まあ、それが本当の姿というのはそうかもしれないけども、うん、決してその儲かったお金でという感じはないわけですね、うん、ところが日本は高度経済成長した60、70年ぐらいまではね、うん、儲かったら分配するのが正義の労働者だった、うん、アメリカもそうなんですよ。80年代ぐらいまでに労働再生産性の向上分の7割か8割は労働賃金に向けたんですね、うん、なるほど。ところが今はほとんど逆なんです。ほとんど向いてないわけですね、うん、そうするとその部分がやっぱり一般労働者と、うん、まあ、資産家の、うん、正義の所得格差に、うん、進まるわけですね。ですから10兆円は配当もらってるわけですが、金持ちとか機関投資家っていうのはすごい収入があるわけですから、ね、その分当然格差拡大するわけです。だからそういう資産格差が実は賃金の所得格差の格差の原因になるっていうのがピケッティのね、いろんなわけで、資産持ってる人はそれ高いリターン要するにいろいろ期待できる。ところが労働賃金っていうのは成長性にこう連結してるから経済成長はあんまり伸びない。経済成長よりも投資リターンの方がはるかに高いから、労働者と資産家の資産格差、うん、
が拡大するというのは彼のロジックだけども、確かにそう言われればね、例えば配当が10兆超えるような状況になってるわけでしょ。確かに10兆だと思いますけどね、まあ、いずれにせよ史上最高のね配当額になってるんですよ。まあ、そういう形で企業はまあ本当の意味の古典的な経営者になりつつあるわけですね。それまではですね、その家族企業的な企業とかそういった発想というのはもう完全にもう神話になってしまったわけですね。ちょっと先行きますかね、行きましょうか。ですね、またなんか過激な意見もあるんですが、朝鮮戦争をもう一回やってくれたら景気良くなるかもとか、ね、民主党の時に比べて随分世間は与党に甘くなったと思いませんかねとかですね、あと5分で仕事終わりますがフライングでスマホで見てます楽しい人ですね。はい、次、あ、どうぞ楽しんでください、書き込みどんどんしてください。租税回避が戻って審議はともかく租税が戻れば株価上昇というのは理論的にありうるんですかって。租税が戻れば株価上昇というのは理論的にはありうるんですか。租税って何ですか。さっきのパナマの話なんですか。いや別だからまず一つは事実関係としてはどうなのかってことわからないですよね。審議はと、うん、そうそうそう、ですから資金がどっかに来るならばどっかで運用されるでしょうから、でもその資金だってどっかで運用してるわけですからね、それは余計の金庫になるわけじゃないわけですから、その例えばパナマのそういうそのペーパーカンパニーが仮に資産を運用しているとすれば、すればですよ、それはどっかの株に投資してるか土地に投資してるわけですから、それを引き上げるってことはそれを売るわけですからね、ですからそのお金が巡ってくるわけです、お金っていうのは。だから単純にこう右から左を動かしたらこうだこうだっていうね議論はならないと思います。だからそれが課税対象としてなれるかどうかっていうのはね、これは単純な話じゃないわけで、それは税務当局 その今だって例えばタクセブンに対する課税っていうのは相当厳しくやってるわけですよね。ですからなかなか今持ち出せないんですよ資産を。先生方はパナマ文書に載ってないでしょうねって。載ってるわけないじゃん本当に。次、連合がヘタレだからなとかですね、労組側が経営側の意向を先読みしちゃったんだね、株主に利益回してんのかよ笑いとか、東証のルール変更に合わせたんだっけって、ガバナンスのことがあってね、はい、要するにそういうガバナンスでいろんな日本の企業もアメリカ的な企業にならなきゃいけないよっていう形で、いろんなその経営のあり方っていうのを、まあ、いろいろ東証がいろいろガイダンスをしてるわけですよね。でもさ、ほら要するに労働者の賃金が上がらないのは輸出する上において生産性とかほらその商品に転嫁しないから、ですけどいろんなあるんですよね。例えばその上がらないっていうのは、例えば要するに労働市場が国際化したから、日本の労働者と中国の労働者がね結果的には競争条件、競争しなきゃいけない、そういう理屈はあります、でもね、だからじゃあホワイトカラーはどうだとかね、まあ、それもそうなんだけど、要するにほらインフレ社会を起こして日本の経済をもっと大きく拡大していく、成長していくためにはインフレが必要だっていう理屈なので、そのためには労働賃金上げなきゃいけないですよね。ですからそのさっき言ったように社会的なファクターで考えるのか、そういうね、例えばスティグリッツ、ジョセフ・スティグリッツ、コロンビア大学の教授言ってますけどね、実は彼がピケティに対して批判をしているわけです、でその中の批判の一つは労働組合の問題なんですよ。労働組合はアメリカの場合1980年にこう、どんどんどん衰退していくんですよ。なるほど、日本も全く同じですよね。ですから労働組合が果たした社会的そういうね賃上げの役割っていうのはもっとちゃんと評価すべきだと、でそれを落としてですね、単に成長率と資産の収益率を比較してね、富の格差を説明だけじゃ不十分だと言ってるわけです。で日本もだからそういうアメリカも同じような現象っていうのを強調してみる現象っていうのを労働組合の衰退と労働者の賃金の低下の低迷なんですよね。だからそこの関係性あるわけですよね。その経済はその世界的に絡んでて、それがこれ安全保障にも影響してくるっていうのをよく言うじゃないですか、でさっきも長尾さん言ってるみたいに国内の景気を考えたらそのお金を使うっていうのは社会保障にももうリンクしてる話じゃないですか、今、ね、それでさっきも言ったその賃上げしなさいって言って賃上げしない、で労働組合もその気を使ってかなんか分かんないけど賃上げしない、その辺も結局その社会保障で貯金をしていてね、先行き使いたくても使えないっていう人たちがいて、それのリンクしていて、なんかもう本当こうなってるんですよね。もう一つのね、チェックするポイントっていうのは、労働分配率っていうのがあるんですよね。
で、ロードバイスは例えば景気が悪くなるときは高くなるんですね、うんうん、比較的ね、逆のときは低くなる、うん、要するに景気良くなるということ、うん、というのはやっぱり賃上げが景気に遅れるから、うん、はい、そういうことあるんですよね、はいはい、ですからだからトレンドしてみるとやっぱりロードバイス下がってるんじゃないかと思うんですよね、うん、さっき言ったようにじゃ利益はどこに行ってるんですかって話になると、そうそう、一番行ってるのは配当に回ってるんですよってなっちゃうでしょ、うん、だからそういったものを見るとやっぱり、うん、相当そのいろんな経済の構造そのものが、うん、要するに新自由主義じゃないですけどもね、うん、そういう企業優先主義というのがあって、うん、それが社会にとって一番いいんだみたいな考え方があるわけです、うん、自由競争をやって自己責任でやる、うん、でそれは労働組合も同じなんだ、うん、だから労働組合も一種の河川組織だという、そういう、だからそれも崩せって関係でしょ、うん、市場は自由競争をやれば、うん、予定調和的にうまくいくんだっていうね、そういうナイーブな考え方があるわけですね、うん、でその市場機能、労働賃金を決定する機能も実は組合があるから歪んでしまってるんだと、だから組合を発しなさいと、できるだけ経営協力を声を引き込みなさいっていうのが実は新自由主義の労働政策の考え方なんですよね、うんうん、そうですよね。ところが、うん、要するに企業と個人はね、うん、一労働者と企業は競争関係にありえないわけですよ、うん、だから組合が必要、労働基準の対等の立場になってますからね。ですからそのために労働組合に団体交渉権とかね、首都権って認めてるわけですよね。それを個人個人には組合もいりませんよと、うん、この古典的なね、ちっちゃな労働市場を想定しちゃダメなわけですね、現実に。だからそういう発想がどっかにあるんですよね、うんうん、そうですよね。で経営者とすればね、労働賃金っていうのは生産コストの中で一番高いわけですから、はい、そこを抑え込んでいけばすぐ利益が出るわけです、うん、そうそうそう。ですからね、昔ね、60年代70年代頃の日本の経営者はね、うん、要するに賃金を切ってね、利益を出すなんて、うん、この中一番簡単なことなんだと、うん、そんな経営者と言えないんだと、うんね、不景気になったら人を切ってで交渉下げる、でそれで企業の利益を回復したって、うんうん、そんな誰だってできることでね、うんうん、本当の経営者はそうじゃない、経営者じゃないんだと、ということを言った、ね、経営者っているんですけどね、うんうん、今は逆でいかに人を切るかが経営者の力量みたいになっちゃってるわけですよね。 それちょっとおかしいと思います、はい、うん、もう寸評が30分いってますから、ちょっと急ぎましょうか、はい、皆さんもあれですからね。ですね、良くも悪くもグローバル化の流れ、資産家たちが自分で自分の首を絞めてるって構図ってことやろうか、全然民主の時のが甘かったでしょう、5時で終わる仕事公務員ですねとかですね、日本人は国際金融資本と金持ちのために働く運命なんやで、くるくる働きなさい実質賃金がプラスになったってニュースあったけどなって、小泉総理が当時言ったと思うんですけど、労働者は生涯奴隷宣言は許せないとかですね、実質賃金上げても使えないと意味がない、これはどういう意味なんだろうな。日本も韓国と同じで奴隷化に適していたこともあって、実態相互補助の廃止を国民自ら望んだんやろうとか、おじいさんおばあさんたちが一気に爆買い消費してくれませんかね、水野さんがだいぶ前に指摘してたな、アベノミクスは資本主義の四季を早める政策だって、なんで日本人って職場環境の改善要求しないで愚痴垂れながら働くのかねと、うんうん、なんか、うん、なるほどと思いますね、うん、もう一つだけ、はい、さっきの消費の話がありましたけども、はい、GDP に占める、ね、はい、消費の比率ってのがあるわけですよ、はい、アメリカは 70% 超えてるんですね、はい、まあ、年によって若干違いますけど、はいはい、でアメリカの景気を今支えてるのは何かというと個人消費、個人消費ですもん ね、だから貯金しないですもんね彼ら、はい、だからあのじゃあ楽観的というか、そうそうそう、今日楽しみですもんね、不思議なぐらいに日本人はもう将来ものすごくいつも心配してるけども、そうそうそう、ありとキリギリスだ、はい、で中国は 50% ぐらいなんですよね、一時30何パーセントまで下がったことあるんですけど、ですからなかなかこうベースそのものが非常に少ないわけで、うんうん、だからなんか個人消費を増やそうとしてもなかなか難しいところがあるわけですね、うんうん、ただいずれにしても個人消費がメインなんですよ、うん、あとは実は設備投資、住宅投資いろいろありますけども、うん、それはマージナルなところが非常に重要ですけども、うん、やっぱり基本的には個人消費が動くか動かないかですね、はい、ここはやっぱ一番大事なところであって、うんうん、じゃあその議論はねあんまり聞かないんですね、うんうん、要するにその金融政策もちろん金融政策で下げるということによってね、例えば住宅ローンだとか、うんうん、から消費者金融だとか、うん、そういったものっていうのはプラスの効果あるかもしれないけど、うん、それは本当にマージナルなもんだって、うん、メインはやっぱり稼いだものがちゃんと稼いでちゃんと使えるかどうかって、うん、そういうパターンをね、うん、
安心感というか将来に対する安心感とか、うん、そういったものを政治家っていうのは一番作っていかなきゃいけないわけですよね、うん、だからそういうところがすっぽり落ちてるんですね、うん、でまあねほら一応総活躍で、うん、一応ほら安倍さんも社会保障を安定させて、うん、その女性も働いて労働人口が減少するのも防ぎで、はいはいはい、なおかつみんなが将来に向かって安心できるって言うんだけど、はいうん、なんかね年金改革とかねもうちょっと僕やった方がいいと思うんですけどねうん、うんまあ、それはいつかまた話す機会があるでしょうかね、はい、そうですね、はいはい、まだまだまだいっぱい来ましたよ。あそうなんだ、いや小泉のせがれが最近言った高齢者の廃止とかいう生涯奴隷化のことです。あ、そうなんだ。すいません、知らずに。ごめんなさい。日本は6割ぐらいだけ、1億総余裕社会にしよう。欲しいものがあまりない先進国病。ああ、みんなね、そういうのない、欲しいものがないとダメなんですよね。クラウン買うのはじいさんばっかり。まあでも、みんな車買いましょうよ。さらなる金融緩和に向かえないのでしょうか。これは、アメーバさんの。だから要するに残されている金融緩和は何かというと、一つはそのマイナス金利の幅を広げる、二、はい、つ目は為替市場に介入するの二つですよね、はいはい、多分でも仮にマイナス金利を拡大幅を拡大するということは直接的にはやっぱり銀行収益が非常に圧迫してきますよね、うんうんうん、そうですだからこれはそれだけどれだけの効果があるんだろうかと、うん、で別にそれはだからですねだからそもそも資金需要はないんだからいくらこう緩和をしたってね効くわけはないわけですよね、うん、で先ほど言ったの為替市場の介入ってこれもマネーサプライを増やす要因になるわけですけども、うんうん、なかなかこれもさっき言ったように他の国との関係があって、うん、やっぱり円安政策ってものに対する、うん、で例えば今アメリカの大統領選挙で、はい、トランプにしろね、はい、だからクルビアにしろですね、クルーズにしろからサンダースにしろやっぱり中国日本が円安政策を取ってるってことは批判をしてるわけですよね。ですからそういう状況の中でも政治的状況もあるしからなかなかその為替介入をしてね、うん、円安に持っていくっていうのは非常に難しいでしょうし、うんうんうん、から介入っていうのは限界があるわけですよ、うん、永遠に介入し続けるわけにいかないわけですよね、うんはい、やっぱりちょっとそのファンダメンタルズなところがあって、はい、一時的にそれをブレーキをかけるときは効果あるかもしれないけども、はい、トレンドを変えることはできないわけですね、はい、ですからそういったのをだから金融政策っていうのは全てそういった意味ではこう、うん効力にこういろんなさまざまな制約と限界があるんだよということだと思いますね、はいうん、まだまだそれできました、彼女一軒家ジャガーいくら頑張っても働いても手に入らない厳しい若者は冒険より福祉の充実を望んでるよ気づけよって思うねでねさっきのねごめんねこのね小泉のせがれが最近言った高齢者の廃止とかいう生涯奴隷化のことですって僕これはっきり見てないんですけど、うん、これ多分ね高齢者に対する、手厚い保護なんですよ、うんうん、多分ほら医療費1割とか、うん、後期高齢者医療とか、うんうん、多分、ね、その辺のことだと思うんですよね。まあちょっと後で調べてちゃんと報告します。確かにね後期高齢者はね手厚く保護されてるんですよ、うんマイナス金利拡大すると貸出金利が上がっちゃうよね笑い、FRB の金融緩和だってドル安政策だったのにってことですよね。はいということで、はいということで皆さんやっぱこれ相当皆さんやっぱなんかねこの間から思ったんですけどこの番組見てる方は経済通の方が多くて、うん、この辺意見皆さんいっぱい持ってますよね、うんうん、で皆さん実はこれを特集でやろうと思ったんですけどオバマの方を特集にしたので中岡さんがこれを寸評でやろうって言って寸評でやったら40分喋っちゃいました。いやどこが寸評あとはちょっと短くします。寸評なのかっていうということでじゃあ皆さんいきます。いよいよ本編に入っていきます、この番組は1週間の政治経済ニュースを振り返ります。富田じゃないのこれ。あ、そっかそっかそっか。番組で扱うニュースの全記事がブログにアップされています。番組では皆様のご意見ご質問等を取り上げますので、この全記事ブログを参考にしてください。今日の記事も全部上がっております。はいということです。はい富田さんどうぞ。ニコ生アメーバフレッシュでご視聴中の皆さん、番組を今後より多くの人に見ていただくためにFacebook や Twitter での番組拡散をお願いいたします。
生はニコ生アメーバフレッシュで放送しますが、アーカイブは YouTube に掲載しております。視聴者を増やすことを願っておりますので、皆様ご協力よろしくお願いいたします。はい、なんかね、はい、ということで、まずでは1週間のニュース振り返りです。間違ってます。はい、どうぞ。情報保全諮問会議が5日開かれ、国会報告について説明が行われ、続いて法律の運用等について議論が行われました。安倍総理は挨拶で次を述べました。一昨年12月に特定秘密保護法が施行されて以来、政府においては独立公文書管理官による検証や国会による調査への対応も含め、重層的なチェック体制の機能を十分に活かしながら、細心の注意を払って法の適正な運用に努めてまいりました。特定秘密において特に大切なことは、その運用状況を継続的に分かりやすい形で国民に公表し、政府における秘密の取り扱いの客観性と透明性を一層向上させていくことであると認識しております。今回2回目となる国会報告につきましても、このような認識のもとで鋭意作業を進めてまいりましたが、本日皆様から忌憚のないご意見をいただければと存じますと。で、これね、はい、その資料いきたいんですけど、これまずね、その安倍さん、それ冒頭の挨拶でこれ言ったんですよ、はい、ね、その本日皆様から忌憚のないご意見をいただければと思います、はい、それで、これが内閣府にあるホームページなんですが、見ましょう。はい、これがそのやつなんですが、下に行ってください。下に行くとその3つを見ると分かる。これが3つなんですけど、スポーツ庁および防衛装備庁の新設に伴う特定秘密の法に関する法律施行令の改正について意見聴取、意見なし、了承。特定秘密保護法附則第2条の政令で定める日を定める政令、同法の完全施行日平成27年12月について意見聴取、意見なし。国典個人、情報保護委員会の個人情報保護委員会の改組に伴う特定秘密保護に関する法律施行令の改正点、意見聴取、意見なしということで、シャンシャンで決まったってことです、ね、言葉っていうのはね、本当に面白いもんでね。例えばその客観的透明性から国民に公表して、で何の意見もないんですよって言うんだよね。そうだから、ちょっと待ってくださいよって話になると思うんですね。なんていうんですかな、要するにそれはね、ことわずあたりにね、うん、結局その政府の本音が出てくるわけですよ、うん、できれば議論してほしくないし、うん、公表もしたくないし、うん、って形で、できるだけ政府っていうのは別に自民党政府では限らないと思うんですけどね、うん、はい、政府っていうのは大体ね、情報を隠したがるんですよ、もともとは。ですからね、日本60ないんですからね、ですからね、やっぱりその政府をどういう形でチェックするのかっていうのが実は、うん、そういう国会だとかね、メディアとかの役割なんですけどもね、それが十分に果たされないわけですよね、うん、例えばこの TPP の保障の資料の問題も、はい、もうベタベタ真っ黒にこうなられてるわけですよね。こんなものだって情報公開でも何でもないわけですよ、うん、でそれを外交交渉であるという言い方してもね、うん、外交交渉であると言ったっていうのは、国民が承諾するかしないかが問題なわけですね、うん、国民に言えないようなことをだから約束してもらったら困るわけでしょ、うん、ですからそれはね、ごまかしたと思うんですね、うん、外交交渉だとか機密性だとか国家安全保障だとかね、うん、そういったものをこう掲げるとね、すべての情報を隠すことができることになるわけですよね、で仮になるとしても、例えば何年間だったら、例えばアメリカの情報公開法みたいな形で、うん、全部オープンにするとかね、うん、そういうのはどっかでこう担保するとか保証するような仕組みがなきゃいけないと思うんですけど、うん、全然出てこないわけですね、うん、さらに言えば、うん、はい、実はこの委員、はい、この委員見ましょうか、はい、委員で出せますか、はい、情報保全諮問会、はい、会議委員っていうのがありますね、はい、私の勉強不足かもしれない、知りませんけれども、はい、唯一知っているのはダチョウの渡辺恒夫さんだったんですね。これはもう読売新聞のボスですけどね、まあ、僕は若い頃からよくちょっとお世話になったこともあります、記者でね、
でもね正直言って、はい、まあ、まあ、正直僕 どなたも知らないです、はい、どなたの名前も聞いたこともないです、はい、でももちろんそれはそれぞれの分野の専門家なんでしょうけども、はい、で本当にこの人たちはどういう形でこういう、まあ、役割をね、はい、になっているのかってもよく分かりませんし、どういう資格とか、はい、どういう選考基準で選ばれたのか分かりません、はい、でもどんな組織でもね、はい、やる気になったらできるんですよ、うん、やる気になったら、うん、だからやる気になる本気で取り組むって人が出たらね、やっぱり状況って変わってくるんですよね、うんうん、でそれだけの権限を与えられてる人わけですからね、意見なしとかですね、うん、意見なしで了承とかね、ちょっと考えられないんですよね、うんうん、そうなんですよね、でそれだったら少なくとも議事録出すとかね、うん、その中で例えば本当に必要なところは黒塗りでも仕方ないけども、うん、せめてそれも出してくると か、うん、かもしくはその半年1年後か2年後に必ずオープンにするとか、うんうん、そういう仕組みしなかったら政府の都合で全部コントロールされるわけですね、うんうん、ですからあの要するに、ね、こう今の自民党の最大の問題というのは何かというと、うんうん、彼はその政府と国民の関係のあり方をです、ね、うん、逆転してるんですよね。あ、なるほど。例えばね、はい、憲法というのは何かというと、はい、憲法は国民が、ね、はい、その行政とか政府というものに対する規制するために作ったものが憲法なわけですね、はい、ところが今の自民党は要するにこれ憲法で政府が国民を規制するっていうのをなんか逆転させようとしてるわけですね。だから国民に道徳を説いたりね、そのいろいろやっちゃいけないこと、そうじゃなくて政府がやっちゃいけないことと決めるのが実は憲法なんです。これ世界の歴史がそうなんですよね、はいはい、ところがどうも日本の政府はもう、まあ、徳川時代からそうかもしれないけどお上であって自分たちは、ね、国民より上にいてね、うん、俺たちの命令のところが要するに命令して指示するんだと、うんうん、で国は俺たちなんだと、うん、そうじゃなくて本当は政府と国民って質の緊張関係になるわけ、うんうん、その緊張関係を保障、あの意味で国民の立場を保障してくれるのが憲法なわけですね、うんうん、だって政府は軍事力も警察警察力も持ってるわけですから、うんうん、いつだって弾圧するできる立場になるわけですよね、うんうん、我々だって個人って何もないわけですよ、うんうん、だからそのための人権であるとか、うん、から報道の自由だとか、うん、そういったものがやっぱりこう憲法で保障される、うん、それ国家が介入しちゃいけませんよっていうね、うん、やるんだ。ところがね、そういう発想があまりないんですね、うん、例えば報道の自由にしてもね、うん、例えば政府に都合の悪いやつは放送させないというわけでしょ。さっきも言ったけど世界で順位低いですからね。そうですよ、うん、逆だと思うんですよ。報道だから、うん、自分たち批判するものはそもそもメディアなんだから、メディアは批判するのはけしからんで、批判したらお前たちは、ね、変更だって遅延するっていうのは、ね、そもそも、ね、発想が逆転してるわけですよ、うん、そうですね、もう一つね、僕はいつも思うのは、うん、立場を変えて考えてごらんって、うん、今は自民党の政府だけども、もしこれが違う政党の政府になった時に、うん、じゃあ自民党はその違った政府が同じようなことをやったら受け入れるんですか、うんうん、そう、要するにありましたよね、要するに自民党が在野だった時に、うん、ですからその時には、ね、政策政府との、ね、大変寛容でなきゃいけないしね、うん、それと相手に対する立場ってものを考えなきゃいけないけども、うん、自分は絶対強いんだと、自分は不可侵だと、ねうん、俺が判断することは正しいんだと、うん、いいか悪いか判断するのは私だと、うん、というのは、ね、ちょっとおごりだと思うんですよね、うん、ですからこれは、ね、非常に危険な兆候で、うん、それがそのいろんな面で今広がってきてるんですね、うん、それ中央政府もそうです、うん、学校だってそうですね、うん、こう先生の言うことは絶対だみたいなね、うん、そういうこうなんかこうヒラルキーがあって、うん、そ 国家概念みたいなのがあって、うん、上から下を上から下上が下をコントロールするんだ、うん、それが秩序でありね、うん、それが良き社会だっていうのはね、うん、そういうなんかこう誤った感覚みたいなものを、うん、今の為政者って結構持ってるんじゃないのか、うん、そうか、そういう危惧をね、うん、抱かせるようなことはたくさんありますよ。そうですよね、うん、まあ、例えば僕ね、安倍さん良し悪しが当然あると思うんですよ。で良しも当然あるし悪しもあると思うんですけど、僕はね、その中子さんと、ね、よくこの番組で話してね、その始まる前とか後で話して、一番僕が危惧してるのも同じことで、うん、僕たちはほら選挙権はあるじゃないですか、うん、選挙する権利、うんうん、でこれがいいかどうか答える答えはできるんですけど、はいはい、そのね、情報がなければ選びようがないんですよね。そうですね、うん、で僕は記者をやってるのにね、どうして官僚はこんなに強いんだろうか、うん、はい、なぜかってね、情報独占してるわけですから、我々は取材に立って出さないわけですし、何が起こってるか全然分からないわけですから、そのいいとこだけ出すわけでね、そう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 、で本心とこ出さないわけですね。でそれが我々は請求する権限ともないわけですよね、うん、そう、誰かがそれをリークしてくれるとか、うん、そうしない限りスクープじゃできないわけですよね、うん、で正当な形で取材に立ったら全部ダメですよ、うん、そう、ですから、なんで権力っていうのは実はね、情報コントロールするってことなんですよ、うんうん、そう
そうなんですよ、ね、ですからね、情報学は本当に対等な関係であり、国民の代表する政府ならば、やっぱり情報をオープンにしてね、やっていく、これがね、そのいわゆる近代的な民主主義のね、このベーシックだと思うんですね。隠して、ね、知らしめるなと、ね、で逆らうのはけしからん、俺たちは絶対に正しいんだっていうね、その発想っていうのはどっか19世紀的な、ね、国家観だと思うんですよね。でそういう国家観を持っている例えば自民党の若い人たちも結構いるんですけどね、一体何を勉強してきたんだろうと、憲法ってどういう形で出来上がってきたんだろうかと、議会制民主主義はどうやって出来上がってきたんだろうかと、報道の自由ってどういう形で歴史に出来上がったんだろうかと、そういうことを全然こう考えもしないで勉強もしないで、いきなり政府の批判するのけしからん、変更報道だってやるわけでしょ。報道っていうのはもともとずっと変更してるもんなんですよ。変更しない報道なんてありえないわけですね。これそういう鈴木さんがこの間言ってたんですけどね、あのほらその平行報道をね、そのしないようにしようっていうのは分かるんだけど、しないようにしようとしても結局してしまうこともある、うん、それでその国という単位の中で、要するに国民が情報を得る中にいろんなその変更中華その主義主張があるものを見ると、結局本当は何かが分かる、いろいろ見ると、ところが今のマスコミはその、関係省庁のさっきの記者発表を鵜呑みにして書いてるだけ で聞きに行って、その後あのレクチャーでフォローしてもらったことを書くぐらいだから、どの新聞読んでも大体同じことしか書いてないですよ、それとね、もう一つ重要なことなんですね、民主主義を保障する一つの重要なの仕組みっていうのは、政権が変わるってことなんですよ。政権が変わるってことは、要するにそのシャッポが変わるわけですから、官僚だってね、自民党べったりってやつはいかないわけですよ。ただね、民主党政権の時何が起こったかってね、しかとしたわけですね、民主党で。その結果として政府が機能しなくなってしまった。みんな台風だって言うんですよね、行き過ぎるのを待つだけですから、基本的にはだから一番大規模いいのは定期的にね、だから政権が変わることによって、そういう秘密も前に出てくるわけですよ。そうすると秘密を作っておけないわけでしょ。そうそう、政府が変わるってことは実はそういった意味合いもある、省庁の中の秘密 ね、はい、そうですね。そうするとそれは初めてこう、公開されてオープンな、ね、ガバメントってができ上がるわけですよね。政権交代がないと、ね、それだだ批判されないわけし、一心同体になってるわけだから、官僚は自分たちの利権を守るし、一心同体ですよ、はい、本当に。でいろんな形のこう情報をディスクロールしないから、メディアも国民もそれを議論できないわけですよね。でそれで情報コントロールして、それで長期政権を続けるってことは今まで続いてきたわけですよね、政府が変わるっていうのは、実は民主主義の最大のポイントなわけなんですよね、とか実際残念なことにはほんの短期間を除いてですね、日本はずっと民主党を最初したな、政権があって、その下に出来上がった官僚組織があって、それで官僚を守られてきたわけですね、ずっと。ですからこれが続く限り、やっぱりいくら我々は言ってもね、役所は情報を出さないでしょうし、こんなね、まさにね、要するにその機密を扱いでどうするかって最大の問題のところだって我々分からないわけですよ。何が機密なのか、何が機密じゃないのかって、ある日突然これは機密だって言われてね、法律違反だって言われたって、ね、困っちゃいますね、困ってしまいますよね、これが機密だって分かればいいけども、あとから来てね、お前は機密を違反やったんだって言われたって、知らないよそんなのって、 そんなもう先制国家じゃないですか、本当さね。はい、富さん、じゃあ読んでみましょう、はいはい、読みます。住田裕子弁護士って行列のできる法律相談所に出てた人かな。そうなんだって、今調べたらそうです。この先生まとめたぞ驚き、まともだぞ驚き、憲法は国家権力に対するべからず衆である。そうなんだよね、はい、はい。憲法に道徳を入れたがるのって聖徳太子の17条の憲法の影響かもね。隠してるのではなく、マスコミの怠慢では、記者クラブは。そうなんだよね、クラブもね、入ってると楽なんですけどね、入ってないと大変だもんね。はい、どうぞ、はい。学校じゃ憲法を校則がでかくなったもの程度にしか教えてないからねと。マスコミってみんな変更報道してたよね。独自色のない薄っぺらいジャーナリズムが流行してると。舛添都知事が外遊資料を開示した時の黒塗り具合もひどかったなと。お客様の悪口は書けない、察しろ。あれなんですよね、僕もほら政治家のところで取材したことがあるんですけど、人間でね、僕は与党も野党も僕一人で取材してたんですよ、ずっとフリーだったから。そうすると自民党の人は、深谷さん、いや民主はとかって言うわけですよ、で民主に行ったら深谷さん自民はって、それ両方聞く僕もね辛いんですよね、
言えないしね、うん、でそれでなんかそのなんかでここは深さんオフレコですからねとかって言われちゃうとそれ書けなくなっちゃうし、うん、そこはそうですね、なーなーはやっぱダメですよね、うん、あの逆に、ね、なんか面白いのは、うん、例えばそういうキャンペーンを打ったり、うん、なんかそういったのは政治部の記者よりも社会部だったりするんですよね、うん、あね、政治部の記者っていうのは担当なわけだ、そうそう、ね、なんとか番って言ってね、そうそうそう、小泉番とか朝とかね、そうするとねもう要するにもう人間関係めさっとつくわけでしょ、そうそう、で逆に言うとその人に嫌われちゃったら取材もできなくなるわけだ、そうそう、ね、転換配置転換、ね、そうするともうそうすると助手とかでどうしても言いなりになるしかないわけでしょ、うん、ところが社会部の記者っていうのは一発勝負だから、うん、あのわってやっちゃうわけですよね、うん、ですからそこから面白いニュースが出てきたり、うん、いろんなキャンペーンが行われたりするわけで、うん、政治部の記者ってのはまずいことできないんじゃないですか、うん、まあそうですね、フェイス2フェイスで付き合ってますからね、うん、あとねちょっとこれ言っていいのか分かんないですけど、あのね各会社マスコミによってカラーが違う、うんうん、あまあ、記者のカラーは、うんうん、それはそうです、うん、すぐ分かりますよ、読めると朝日は全然違うし毎日また違うし、あと日経も違う、うん、でそれは会社の状況にもよるしね、そうそうそう、うん、ちょっと続けたの読みましょうか、で一つだけかな、政権交代できない原因はマスコミってことかなっていうか、まあみんながなんかあれですもんね、民主を見ててなんかうんざりしちゃったっていうのもありますよね、あの時のことはね、はい、アメーバフレッシュの方もどんどん書き込んでください、中尾さんがお答えします。不勉強や国民とマスコミのせいかな、うん、だね、勉強するにもね、国民の政治意識もひどい、どこか変に冷めて政権批判をしない選挙に行かない、興味がない、世界一恥知らずなんじゃねえとかですね、安保法は憲法違反、こんな当たり前かけないマスコミ、だからねマスコミの、まあ僕たちは、まあ、僕たちも非常にスモールですけど一応マスコミっていうか情報発信していて、で皆様の意見を読んでるから、はいはい、皆様も情報発信してるわけですよ、うん、ね、だからこれ今57人の方見てるんだけど、僕たちは57人で議論してるようなもんなんです本当は、うんうん、ね、だからねこういうでもアーカイブ入れればもっとたくさん見てるんじゃないですか、そうそう、だからねこういう番組をね増やしていけばいいんですよ、うん、でね、でこの57人とかコアになってまたほら情報を発信していくから、うん、はいはい、どんどん広がっていくんですよ、はい、ということで皆さん頑張りましょう、はい、じゃあ次行っていいですかね、はい、はい、じゃあ次行きましょう、次のニュースです。日本の美総合プロジェクト懇談会が7日開かれ、日本博について議論が行われました。安倍総理は挨拶で次へ述べました。文化を通じ日本の魅力を発信することを外交の柱に据えていきたいと思います。日本の文化芸術を強力に推進していきたいと考えています。これまでの会議では文化芸術の振興や対外発信について皆様からさまざまなご提案をいただきました。中でも日本文化の枠を一堂に集め、その多様な魅力を発信する日本博のご提案は、日本の存在感を高める上で大変効果的であると考えます。はい。これどうですか。いや、別に海外でいろんなイベントをやってですね、はい、日本の情報を発信して、はい、から、まあ、日本のファンを作っていくっていうのは別に悪くはないと思いますね、うん、ですから、まあ、問題はコストパフォーマンスでね、うん、じゃあそれどちらが実際的な効果があるのかってまた別の話だと思いますけど、うんうんうん、ただ、まあ、全体を見るといろんな問題ずっと羅列されてあって、はい、まあ確かにこう例えばこれ総論資料です、こういう形になりましたね、はい、総論で文化には力がある、そう、ね、でそれはいいんですけども、その後日本の美の発信を通じてってこう出てくるんですよね、日本のほら安倍さん好きだから美、ね、日本の美、要するに美しい日本なんですから、そう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 、何が美しいのかって環境が美しいのか何か分かりませんけれども、そうそうそう、僕は時々嫌なのは、うん、それぞれの国がみんなそれぞれに持ってるけども、うん、自分の国は特殊だって考えなんですね、うんうん、特殊、はい、日本の文化は特殊だ、あ、ね、日本の社会は特殊だ、ね、でこういう、ね、例外主義、アメリカもそうなんですよ、うん、アメリカはエクセプショナリズムってあって、ね、アメリカは特殊な国だと言うんですね、うんうんうん、だからアメリカは世界史に対して特殊なミッションを持ってるんだ、うんうん、ね、あ、なるほど、ね、日本人は日本の文化は特殊なんだ、うんうん、でこれは他の国は学んでいけないんだとかね、うんうん、日本の四季は美しいとかね、日本の四季ね、あれ僕ねよくヨーロッパの人必ず言われる、なんでヨーロッパも四季があるのに、うん、日本にしか四季がないのしか日本じゃ思ってないのって聞かれるんですよ、で世界中素晴らしい温泉がありますよ、別に日本だけじゃなくてね、例えば僕はニューイングランドにいましたけども、はい、紅葉はものすごい綺麗ですよ、びっくりするぐらい綺麗だったんですね、うん、いや、うん、
でそういうね、だから僕はだからもちろん日本の美しさとか、うん、日本の持つ特徴っていうのをねこう、うん、アピールするのはとってもいいと思うんです、うん、それは否定しないし、うん、ただねだから日本は特殊なんだとか、うん、日本はより違った国なんだとか、うん、でそれがねどんどん拡大してくると昔あの貿易通商の時ね、うん、牛肉を自由化するっていう時に、うん、日本人は牛肉を食べないってなんか腸が長いからだとかね、うん、あれあのヨーロッパからスキーをね輸入する時に規制しててね、うん、どうしてかって言ったら日本の雪はヨーロッパの雪と違うんだからと、うん、そういう政治家がいました。実際ですよ自民党政治家のね。要するにね僕特殊性を訴えるんじゃなくて僕はもっと大事なのは普遍性だと思うんですね、うん、文化をね共通超えるような、うん、そういった中にこう人間性とか美とかってものが、うん、むしろ特殊じゃなくて実はそれは普遍性を持ってるんだと、うん、だからこそ他の国の人たちが日本の文化に見せられるんだっていう発想をすべきだと思うんですね、うんうん、ああだから簡単に言うとあれですね、ほら日本のねその概念とかでもったいない、うん、あれがほらもうみんな特にアフリカのおばさん女大統領がびっくりしたわけじゃないですか、うんうんうん、ああいうことですよね、うん、だからそれは、ね、あるんだと思うんですよ、どの国だってね、うんうんうん、例えば盆栽なんていうけども、うんうん、例えばベトナムに行った時素晴らしい盆栽がありますよ、うんうん、例えば中国でもねあの下の方のと、うんうん、とね、うん、その盆栽文化ってあるわけですよ、うんうん、別に日本ってこういうようなもんでもないわけですよね、うんうん、ただまあ日本でこういうそういう、まあ、世界的に広げていくようなものがあったと、うんうん、そういった面では日本はその中心みたいに見られてるけど、うんうん、だからね、はい、あの要するに僕はそのそれぞれもちろん固有な文化性文化歴史性、うん、それからそれにも価値観って持ってるわけだから、うん、それはもう全く同じじゃないけども、うん、もっと訴えなきゃいけないのは実はこれが日本固有の美しさなんだけど、それはそれが不実の普遍性を持ってて、うん、誰にも受けられるようなね、うん、そういうものなんだと、うん、だ食べ物はどうして寿司がどうして受けられるから、うん、だからうまいからですよ、うんうん、ね、別に特殊な日本人が作った日本人の特殊の文食文化だってわけじゃなくて、うん、これうまいからうん、食べられるわけです、うん、それと同じようにそこからその価値観に共有した、うん、土地共有する価値観とか、うん、共有する美意識っていうものをこう、うん、ある意味訴えかけていくというのがね、だからちょっと発想を変えた方がいいと思うんですね、うんうん、で何でも言うとねすぐもう嫌になるなら月なんか富士山が出てきてね、うん、芸者さんみたいに出てきてね、うん、で茶道をやってたと、うん、日本人で茶道やってるのがほとんどいないわけですよね、うん、それいないわけじゃないけど、うん、我々の日常生活にはほとんどないわけじゃないです、うん、だってもっとそのこうなんか特殊性じゃなくてもっとにその中にある何かこう普遍的な人間性とか普遍的な美の意識とか、うん、で日本の美の中にそういう普遍性を持ってるんだよという訴え方をした方がそうですよ、もっとそりゃそうですね、もっとね僕はアピールすると思うんですよね、うん、ですからこういうその日本の美を発信しとかね、世界における日本の存在感を高めとかね、うん、国益に直結するとかね、これ書いたんですよ、文化の力で日本の存在感を高めるってどういうことなのかよく分かりませんけどもね、うんうん、それはあの国はいい国だとかね、うんうん、別に存在感かどうかは別にして、うんうん、しかし嫌いな人もたくさんいるでしょうしね、うんうん、だからもちろんお互いがそういう相対的な関係の中で認め合っていくってこれ大事なことだと思うんですね、うんうん、ですから日本は特殊だっていう考え方はまずやめよう、うん、僕は会議でねそのさっき四季の話をする人が必ずいるんですよ、うん、日本は世界にないね、うん、4つの季節がありますと、うん、それは多分行ったことないんでしょう海外に、うん、要するに僕さっき言いました僕ニューイングランドの秋の素晴らしさとか冬の素晴らしさ、ね、うん、全部こう見てるといやとんでもない、韓国だってすごいですよ、うん、僕はあのセミシグレってあるでしょ、うん、はいはい、僕ね韓国ソウル行って、はい、ロッテの水山の、はい、遊園地があるんですよ、はい、その池があるんですよ、はい、僕ね、セミシグレってこれだと思うぐらいね、うわーって日本ではどこでも聞けないようなね、へえと思ってそれぐらいに各そのいいところみんないいところたくさんあるわけですよ、うん、じゃあそれは日本がいいんじゃなくて日本もいいって、うんうん、だから言葉をね日本がいいんじゃなくて日本もいいって発想した方がいいと思うんですよね。あ、なるほどね。あ、そういうことですね、うん、ですからやることは悪いはないです。ただそれだけどれだけの予算がかかるか知りませんけども、しかしその時に実はもっともっと共感も得るんだったら、特殊的なね状況じゃなくてもっと普段のね日本語とメッセージで伝えていって、これは日本文化の持つねエッセンスだって、という形のメッセージを送った方が多分受け入れられると思うんですね、うん、はい、タメさん読んでみましょう。はい、さあ読んでいきます。はい、皇居も一部一般開放するとかおもてなしの精神、うん、他国をろくに知らないのに日本すげえは妄想と、本気で発信するなら日本神話にいい材料があるんだけどな、天照大御神が女神だってことや神徳天皇の話とかと、うん、
日本に来る外人はおだてるのうまいからな。仁徳天皇ね、こちなみに。あ、ごめん、仁徳天皇。日本は成熟しすぎて過剰サービス国家だからね、外人が日本のホスピタリティに感動するのは当たり前と。ああ。でもね、逆ですよ、あのね、日本で確かホテルか観光産業っていうのはアメリカの人がいましてね、あのホスピタリティでは人が呼べないし、日本のホスピタリティ必ずしもそれは魅力でも魅力でもないってという人もいるわけですよ。それはそうです、僕なんかもほっといてくれと。あ、まあ、そういう人もいますよね、確かに、ですからね、あの過剰なサービスというのは決してプラスではないわけでね、やっぱり必要に応じてサービスをするというのはとても大事なことなんですね。だから、まあ、その流行り言葉になってしまったけども、そのおもてなしというのがね、あのなんかすごい一人歩きしてしまってね、でもそれはいろんな人がいていろんなタイプがあって、なんかいろんなこう形の楽しみ方もあるわけですよね。まあ、別にホスピタリティと礼儀は違いますからね。そうです、そうです、ね、礼儀はやっぱ守るべきですよね、あの行った時に来てくればいいんだってさ、言わないで来られたら鬱陶しいもんですよね。からもう一つ、例えばそのよかな、よかなって棚田ってあるじゃないですか。はい、棚田、はい、あのフィリピンすごいですよ、インドネシア、フィリピンの棚田の美しさってのはね、だから遜色ないんですよね、日本の原風景ですよね。日本の原風景はだからフィリピン、インドネシアにあるかもしれないですよ。だからだからね、だからね、それはいいんですよ、だからとっても美しいっていいんですよね、しかしそれが、それが日本の特殊なものだっていうことは、日本にしかないと思っちゃダメってことですよね。それはいろんな国にそれあるわけですよ、でそれを見た、例えば中国の人とか、中国の南の方の人とか、ベトナムの人とかが、あ、うちにもある、行ってみたいって思えればいいわけですよね、日本にもあったんだとかね、共感性ですよね、ですよね、富さんどうぞ。はい、次読みます、はい、久々にまともなコメンテーターを見た、最近はテレビで全く見かけない。この子なんか評判いいんじゃないですか、中岡さんの。そうですか、ちょっとなんか生まれ変わったんですか。言ってることは全然変わってないですけどね。はい、どうぞ、はい、文化の持つ普遍性を訴えるのには全く同感です。あ、日本人はすごいじゃない、どうねえ、中岡さん、そうですね、日本人はアピールが下手って言ってたやん。だから、ね、アピールが下手っていうのがその言わない人もいるわけじゃないですか、ね、何も自慢しない人もいるんだけど、自慢する人はちょっとだからその自慢の仕方がそもそも日本人は分かってないから、変に自慢するとかそういうことですよね、はい、どうぞ、はい、つつましさはどこに行ったのか、戦後日本人の愛国感ってどっか歪んでないかと。中身の、つつましさっていい言葉ですね、本当ですね、ちょっと最近使ってないですね、そんな言葉ね、はい、はい、中身のない言葉が多すぎなんだよね、かっこ美しい日本、意味がわからん。これ安倍さん聞いたら怒りそうですね、この一言は。はい、どうぞ、はい、自国に自信を持つことは素晴らしいです、過剰になってはみっともないと。あ、だこれも慎ましくってことですね、はい、次読みます。ほっといてくれ、すごい同意。あ、やっぱほっとかれると嬉しいです、でも逆に喜ぶ人も多いと、だから要するにほっといてくれ、リクエストしたらすぐ来ると、ね、クイックリスポンスって必要なわけですよね、はいはい、でほっとかれて求めても全然帰ってこなかったら、これはどう絶望的になりますけどね、それ礼儀ね、だからやっぱりこうホテルでも何でもそうだ、やっぱり必要があればすぐ来てくれる、この旅館でもそうですけど、しかし呼びもしないのにいちいち来られたら鬱陶しいわけですよね。それをもってなんかこうホスピタリティとか、まあ、おもてなしと言われても困るわけで、大人の文化ってのはそういうもんなんですよ。はい、富さん、じゃあここはちょっと、はい、あと2つで読みましょうか。はい、読みますよ。あ、そうですか、どうぞ、はい、どうぞ。棚田まで行く高速道路の便利性がベトナムと違う、利便性だと思う、わざとやってんのか、ベトナムと違う、ごめんなさい、急いで読んだ、はい、来週のワイドショーに来たい、あ、訂正、今週のワイドショーだそうです。ワイドナショー、ワイドナショーに来たい。ワイドナショーって何、わかんないです。まあいいや、アメーバの方はいかがでしょうか。あ、アメーバの方は来てないですね。アメーバの方も本当しつこいですけど、かっこみにしてください。中尾さんがお答えします。誰出るの、ワイドナショーって何ですか、それ教えてください、どなたか。ワイドナショーって何っていう、ちょっとあと30秒ほど待ちましょうか。書き込んでいく、あ、来た、テレビ、あ、テレビ番組だそうです。はい、じゃあ次行きましょう。はい、3本目行きます。はい、菅官房長官は8日会見で、
G7 伊勢島サミットの際、 G7 以外の国々の首脳や国際機関の長を招待して開催するアウトリーチ会合について発表しました。アウトリーチ会合では8年ぶりにアジアで開催されるサミットであることを踏まえ、世界の成長センターとして経済成長を牽引するアジアが豊かな繁栄を続けるために何が必要かにつき掘り下げて議論したいと考えております。このような観点から ASEAN、 アジアの島の国、インフラ需要のある国、通商航路に依存する国を中心に、アジアからはラオス、ベトナム、インドネシア、バングラデシュ、スリランカ、パプアニューギニアの首脳を招待いたします。またサミット成果をTICADにつなげるべく、アフリカ連合の議長国であるチャドの首脳を招待いたします。さらに国際機関から国連経済協力開発機構、アジア開発銀行、国際通貨基金、世界銀行の長を招待いたします。なお本件会合ではアジアに焦点を当てた議論に加え、グローバルな観点から特に我が国が議長国として重視をしております質の高いインフラ投資、保険および女性等に関しても議論したいと考えております。伊勢島サミット G7 以外にもアウトリーチ会合だけど、こんなにアジア、アフリカ、国連、うん、国際連合機関、うん、さっきの日本を宣伝したいという、はい、要するに日本を訴えたいという、はい、その安倍さん の, その気持ちなんでしょうね。あのね、まずね G7、はい、実はこのずっとこの時議論されているのは、はい、G7 無用論なんですよね。あで、ヨーロッパなんかも開かれるとね、うん、やっぱりその G7 やめろ、うん、例えば例えば反グローバリゼーションみたいなグループがいるわけですね、うん、国際化とかと、うん、そういった人たちがやっぱりこういろんな形でね、うん、やっぱりこう反対意見を出て、うん、G7 そのものが果たして意味があるのかっていうね、うん、毎年毎年この開いて、うん、こうすごいお金使って、うん、まあ、だって今各首脳いろんなところで会う機会があるわけですよね、うん、改めて、うん、それじゃそこのところの議論はもう全くなくて、うん、まあ、あった当たり前、うん、あった来たらもうお祭りみたいに騒ぎましょう、うん、この首脳たくさん各国から呼ぶわけですから、うん、G7 じゃないですよ、もっと違ったねすごいアウトリーチって言うんですか。そうそうそう、アウトリーチなんですよ。それがね、どれだけの意味があるのかね、うん、だってもっとやることをたくさんあるような気もするんですね。2つ目はね、うん、実はあの G7 か G8 もそうだけど、どういう形で行われているかというと、大体各国はねシェルパっていうのを置くんですよ、うん、要するにあの、はい、山登りシェルパですか、山登りを道案内するしてますね、はい、各国はシェルパが集まって事前に相当のも議論をするわけです、うんうんうん、はい、でほとんどでその首脳会談そのもので議論するってことはそんなのもうないわけですよ、うん、確認しちゃうんですよね。そうなんですよ、うん、ですから実際ここでやり議論しますよってやりましょうと言ってますけどね、うん、実際もう事務レベルでもう文章を練り込んでいって、うん、でシェルパが意見交換をして、うん、その中でこう形しちゃう、だから一つのセレモニーなわけですよね、うんうん、ですからこうやりましょうって言ったって、じゃあ主任同士がね、女性の問題だとかんだってやる、もちろん意見はないわけじゃないでしょうけどね、うん、ちょっとあんまり、ね、この課題評価しすぎてある、うん、G7 という役割がそこから出てくるもの、いろんな共同声明とかなんか出てくるけれども、それはじゃあどういう実効性があるのか、でそれが例えば国内の法律とか国際条約とかっていう形に反映されていくのか、そうではないわけですね、うんうん、で僕も実は、ね、あの80年代に東京であの首脳会談とあった時取材してるんです、はいはい、で記者あのプレスルームなんか行きますよね、うんうん、こう樽にねお酒なんかあってね、うん、飲み放題じゃない、で時々その、まあ、他の国際会議の出ますとね、例えば、僕はソウルであったIMF 総会行った時なんか、うん、要するに記者とか、うん、その参加した閣僚 の,、うん、の奥さんたちにこう観光バスなんか乗っけていろいろ連れてってくるんですよね、うん、そうそうそう、観光です、うん、あとプレスキットすごかったでしょ、でね、要するに取材なんかできないわけですよ、うん、ほとんどですからね、一種のセレモニーですね、うん、でそれもさっき言ったように昔は、ね、意味があったんですよ、うん、例えば世界経済は本当にこう、うん、G7 で、ね、コントロールしたわけですよね、はいはいはい、今は例えば G7 どう頑張ったって世界経済コントロールできないわけですよね、 G20 とかの時代ですよね、で安全保障の問題だって、うん、ちょっとこれじゃ7カ国は何ができるんですかって状況になってきてる、うん、7カ国は仲いいですからね、ですからしかし逆に言えば例えばインド、中国ね、うん、それからロシア、ね、G8 の、ね、G8 ね、でちょっと G20 になってくると逆に大きくなりすぎちゃってまた逆に何もできない、ね、まあ、ブラジルとかも入りますからね、そうするとね、実際言うともうある意味ではね形骸化してるわけですよ、実際問題としてね、で本当に必要なのは2カ国なり、あるいはそういう国際機関の場があるわけで、練り込んでいけばいいわけでしょ、しかしなんで今更こういうことをやってでやるのはいいけれども、こんななんでお祭り騒ぎをして何するのって、
いう気がするんですよね、うん、でましてはこうたくさんの人を呼ぶんですが膨大なねやっぱり予算もかかるし、うん、その過剰とも言えるようなね、うん、テロ対策じゃないですけども、うん、そういう警備体制を作るわけですよね、うん、それだけの膨大なコストをかけて、うん、我々にとって何のプラスがあるんだろうか、うん、もっとねドライブにシンプルにやりましょう一時そういう話になったんですよ、うん、要するにシンプルにしようじゃないかと、うん、ねその大騒ぎして大規模になって、うんうんうん、オリンピックと同じ大きすぎるじゃないかって、うんうん、もっとシンプルにやりましょうって議論が一時出てたんですけどね、うんうん、なんかしなんかこれ見るからいやもうそんな話はどこかでね、うんうん、もうめちゃくちゃお祭りにして、まあ、日本をアピールするってことなのかもしれないけども、うんうん、でもさっき言った G7 のもしくは J8 のね、うん、そういう役割ってもらって何だったんだろうかっていうことがどこにも議論されなくて、うんうんでもそう考えたらいやだねちょっと僕はちょっと G7 ねちょっと肯定の意見を言うんですけど、うん、その事務方がシェルパーの人事務方が詰める内容でも詰めていくときには当然上の首脳の意見も反映されているので、うん、要するにそれ詰めていった内容が出てきて、うん、例えばそこが例えばシャンシャンだけの式であったとしても、うん、その G7 という枠が世界の中でいいちょっと待ってね、うん、いいと思うんですよ、はい、で次にあのフェイス2フェイスで会ってお話を首脳同士がするっていうのは、うんうん、安全保障いいかなって僕思うんですよ、うんうん、ただね自分的なの思ったんですけど G8 でロシア入ってたじゃないですか、はい、あのクリミアの問題ウクライナの問題を G8 は防げなかったんですよね、はいはい、そう考えたら、うん、中岡さんが言うのもああしかりかなと思いますよ、ねはい、あの要するにまあもちろんね安全保障の問題、うん、国の国の関係ってのは最終的なのは個人問題になるんですよ、うんうん、例えばいろんな交渉をするときのお互いの信頼関係でね、うん、やっぱりあるわけですよ、うん、そういった意味ではあのそれはとっても大事だと思います、うん、でもそれは別にこういうことなくたっていくらでもできることなわけですよね、うん、ですからさっき言ったようにもっとシンプルにやればいいわけです、うん、もっとシンプルに、うん、だからまあこれ見るとなんか知らないけど観光事業の一環みたいな形であるわけですよねこれで伊勢島を使って少し世界のアピールして国際的な観光客来てもらいましょうみたいなね、うん、別にどこ東京だったって構わないわけですよね、うんただまあお客さんもてなすというね大好きなおもてなしでねこう連れていくのはどうか知りませんけどもまあいい人日本のこういうところありますから見てくださいっていうのがいいかもまあそれはそれ悪くはないけどもでもこれ政治なんですね、ねオリンピックじゃないわけでねやっぱり具体的な成果っていうものがやっぱ必要になってくるわけでいろんな環境問題にしろいろんな問題にしろもう首脳が会う機会ってたくさんあるわけですよそこでちゃんといくらでも話もできるわけですよね、うん、ですから改めて、うん、あの G7、うん、こういった形のものがね、うん あって悪いとは言わないけども、うん、その役割が何なんだろうかっていうところを議論するね、うん、メディアがあってもいいと思うんですよね、うん、あとねちょっとね一つフォローしておきたいのはですねまあこの番組を見てる方は何回もこのニュースやってるから分かると思うんですけどね、ASEAN アジアの島の国インフラ需要のある国通商航路に依存する国を中心にアジアからは数カ国呼びました、はいね、で ASEAN は当然日本はほら積極的に付き合ってるでしょ、うん、それからアジアの島の国っていうのはほら当初サミット、はいはい、アジアの当初サミットで日本が先導して、はい、主導してやっているから呼ぶってことなんですよで次インフラ需要のある国っていうのはほら安倍さんインフラ売り込みたくてしょうがないから呼ぶ、はいはいはい、あとね通商航路に依存する国、はい、これね要するにほらマレーシアとかマラカ海峡なんですけどシーレーンですね、うんうん、それをね守るっていうのもあって、はいはい、読んで、はいまあ、当然政治なんですけど、はい、その非常になんかこうこのニュースは何回も取り上げてる話題なので、はいまあ、皆さん読んでピンときたと思うんですけど、はい、そういうところですよね、はい、ですからだから それ、まあ、それはそれに狙いですで個別にやればいいわけでねと思いますよ僕は、はい、でだからこれだけの人が集まってきて、はい膨大なエネルギーと時間を使って何が出てくるんでしょうか、うんそうはい、でその政治っていうのは厳格で非常にリアルなもんだから、うん、仲良しだからっていつもいいことをやいい反応があるわけではないわけですよね、うん、やっぱり政治の現実はやっぱり現実で動くわけだから、うん、もちろんその前提とは信頼関係だ、うん、もう一つはねやっぱり安全保障の問題でもね、うん、やっぱり価値観を共有できるかどうかってことなんですよね。だから例えば中国の問題が非常に大きな問題というのは、うん、中国の価値観と我々の価値観は違うわけですよね、うんうん、だからこそ安全保障上の問題が出てくるわけですね、うんはい、日本とアメリカも基本的には市場経済資本主義とかね、うんうん、あるいはそういうその民主主義の原則的なところで一致してるから、うん、ある戦う必要がないわけですよ、うん、それは局地的にね摩擦があったとしても、うん、トータルとしてはそういう争う必要がないわけですよね、うんうんうんところがこう価値観が違う世界とはなかなかすごい難しい、うん、で今さその問題が起こっているのは、うん、例えば対中国政策であるとか、うん、対ロシア政策だって出てきているんだと思うんですね、うん、はい、富田さん読みましょう、はい、
読みます。新中国のイメージがあるラオスが入ってるのが興味深いと。年1回だっけ、うんうん、G7 イコール悪党たちの会議、これが世界の常識とひどいなこれ、はいはい、今回は南シナ海やウクライナに問題を抱える中国、ロシアへの転生という意味合いかなと、うん、タックスヘイブンの件で法人税が焦点になるって話ありますね、うん、そうね、ウクライナの闇、うん、以上ですね、うん、来たよ富さん、あ来ました。中国と一番価値観が異なるのは安倍ちゃんなんじゃねえとかって、うん、はい、それでじゃあアメーバさんの方はどうでしょうか。アメーバさんは来てないっすね。ねえ、まあ先生の言いたいことも分かるんだけど、セレモニーはセレモニーでやって損ってことでなければ問題ない気もする。はい、別にだからやり方を考えたらどうですかっていうことですよね。別にこんなの大げさな大げさな祭りに人と人が会うことがその安全保障とか経済には良き面につながるっていうのは中尾さんも肯定してるんだけど、はい、それをこんなドサーッと集めてお祭り風にするのは意味があるのかってことですよね、うん、一時は意味あったと思うんですよ、うん、一時は、はい、それだけの逆に何ていますか影響力もあったし、あそうですね、とはもうそれどんどん形骸化してきて、もうルーティン化してきて中身出ないですもんね、でだってそこで議論されてることって別に何の新しい話もなくて、うん、で共同声明出したとしたって、うん、ほとんど内容はないですよ。そうそうそう、ですからもうそれは現実的な動いてるものだった、うん、だからここまあその、まあ、いやアピールするっていうんだけどね、うん、それぐらいでしょ、うん、で、まあ、自分たちは、まあなんかまあ、グループクラブなんだと、うん、ねという形でまあその、うん、つながりを強めていくっていうのは別に、まあ、それは別なくないけど、うん、だからやり方っていうのはいろいろあるんじゃないですか、うん、ってことです ね, ですよね。で先の繰り返しですけども、うん、もっともっと簡素にやることもできるじゃないですか、うんですね、そうですね、はい、はい、年に1回列強のトップが一度に会することは国際秩序にとってはある意味有意義、問題は内容かなって。そうなんだよね。だからさっきこれも書いた人ももう一回僕が疑問に思ったことですけど G8 だったんですよね、ロシア入れて。だけど G8 ではクリミア問題は解決しなかった。そもそもクリミア問題を起こしてしまったってことですもんね、うんうん、逆に言ったらね ロシアを排除するってことは決してこの場しかなかったわけだよね。そうそうそう、逆に言えば G7 じゃなくて G8 を継続するってことはむしろ意味があったかもしれないですね。 それはもう、結果論だからね、何とも言えないけども、うん、そうそう排除してしまうってことは、うん、意味はそれでどれだけの効果があるかと、うん、なんかこうプレッシャーかければ会社が変わるだろうとかね、うん、っていうのはちょっとあんまりよないような議論だと思うんですね、うん、あとねこれもねほら中国は入れてくれって言ってないのかなって G9 っていう話もありましたよね一応ね。来てたでしょメンバーそう、うん、G8 プラス1とか、うん、で参加はしてたと思う。今回は多分来ないんでしょ。そうそう来るんですか。まだ発表これの中に入って発表になってますね、はい、要するに従来 の G8 にはね中国さん、うん、来てましたよね、うん、日本の影響力が低下しつつある中で先進7国の一つって肩書きにしがみつきたいっていうのはあるかもね。そもそもサミットで経済問題で始まったじゃなかったっけ。そうです、その通りです。そうです。元々始まったのは第二次石油ショック後のね、うん、低迷の中から始まっていくわけですよね、うん、で当時70年代の後半ですけれども、うん、要するにロコモティブ理論、機関車理論というのがあって、うん、ドイツと日本が世界経済を引っ張りなさいみたいなことを、うんまあ、そういう経済問題に対応してきたわけですよね、うん、これね次ね、まあ、今のでロシアの電撃的な復帰、電撃的な復帰は伊勢志摩サミットで可能としてはあるのでしょうか、可能性としてはあるのでしょうか。そんな雰囲気も中国も電撃参加の可能性は、まあ多分ね日本がロシアと仲がいいからといってもですね G7 にロシア入れて G8 にしましょうよって今言ったら多分ヨーロッパの人から口聞いてもらえなくなっちゃいますよね。これさっき言ったの長いその要するに準備期間たくさんかけてやってるわけですよね、まあ、もちろん最終的に政治判断があるんでしょうけども、うん、まあだからこれ以上みんな来ればいいと思いますけどね僕いやでもねその後これも先生と同じ意見で、あれこれ言われるだけなんだから中国はできるだけ出たくないんじゃんとか、うん、今回の外相会談もですね実は中国は非常にナーバスでね、あ
なってました。ですからやっぱり中国としては気にはしてると思いますね、うん、だから逆に中国入ってきたら大変だと思いますよね、うん、あそうか、このウクライナ大統領の訪日とウクライナの首相の辞任はその前振りではって、うん、で、ね、総理あの首相二人三脚で大統領だったりとか辞任したんですよね、うんうん、だからその前振りって、だからもしこれを安倍さんがやれたら僕偉いと思う本当に、うん、伊勢志摩にいきなり G8 になって、うん、プーチンがやってきたら、うん、それすごいことだと思う俺、うんうん、それが日本がイニシアチブ取ってってことでしょ。そうだってそれしかないんだもん、うん、だから昔中東アメリカとイランが国交がないかったから、うん、イランを中心とするアラブ世界との窓口は日本だったわけですよね、うんうん、ね、それがいつの間にかなっちゃったんだけど、うん、ロシアもさ、うん、ですからね、あの結構ね日本はいろいろやってるんですよ、うんうん、例えばあの中国との問題ね、天安門事件があったんですよ、はいはいはい、天安門事件の後に中国はボイコットされるわけですよ、はい、西側に、はい、でその中に、ね、間に立って、うん、要するに中国の立場を説明したのは実は日本なんですよね、うん、でそういった意味ではね、そういう役割っていうのは、うん、かってやったこともあるわけですね、うん、でそれはそれなりにこう効果もあったわけです、うん、ですからあのあんまり一方に肩入れするんじゃなくて、うん、相手の立場っていうものをこう、うん、あるとこうメッセンジャーじゃないけども、うん、こうコミュニケーションできるようなね、うん、チャンネルを作り上げることができるならば、うん、それに越したことないと思いますね。そうそう、今来ました、またいっぱい来ました。ロシア中国には気をつけろ、はい、ウクライナへの安倍さんの大盤振る舞いを考えれば可能性を雰囲気としては感じるのですが、いやね、今言われて初めてそう思いました僕も、ね、でそもそもほらロシアと日本の北方領土問題があるので、ナラバスと言いながら実は親密にやり取りしてるんですよね、はいはい、ということで、ということで皆さん振り返り終わってよろしいでしょうか。またこのサミットについて新しい情報が入ったら番組で取り上げますので皆さんよろしくお願いします。では以上ニュース振り返りでした。AW 通信社では日々の活動を Facebook でお伝えしております。この AW ニュースウィークリーはもとよりランチブログや収録配信等の情報も掲載しておりますので Facebook もご確認ください。文章さ、はい、思うんだけどこれもう何年か前に俺が書いたのまんま読んでるから変えれば君変えます。はい、それではいきます。ここからは中岡さんが注目するニュースをピックアップします。中岡さんの注目ニュースはオバマ大統領は広島に行くのか、はい、難しいです、ね、多分皆さんこれ知ってると思うけど、はい、前段話した方がいいんじゃないですか。そうです、ね、広島で外相か外相はい、はい、今回の外相会談が開かれて、うん、まあ、日本の政府のアレンジなんかでね、はい、要するにそのケリー国務長官が、はい、要するにその、まあ、喧嘩しが原爆記念館平和公園に行ったってことですよね、はい、から原爆ドームにも行ったんですよね、はい、でそれはドームに行ったのはケリー国務長官が、うん、まあ、言い出したということになってますけど、うんうん、で最大の狙いは何か、国務長官というよりも最大の狙いは何かといったら、うん、一つはそのオバマ大統領が来るか来ないか、うんうん、そうということがあるんだということですね、はい、で結果的、まあ、結論はこれからアメリカ国の政府の中で随分議論されるんだと思います、うんうん、ですからね、例えばケリー国務長官は、うん、記者会見の中で、うん、オバマは行くべきだ、うん、ただし、うん、大統領として行くべきかそうじゃないかは私は知らないと。なんか日本のなんか日本人みたいですねその議論、うん、だからサムでね、あんまりしようってアメリカのプレゼントとかね、でそれは同じことを言うのは実はカーター大統領は言ってるんですね。カーター大統領は辞任して終わって日本首相の結局は要するにもう職を退いてから、うん、それから広島行ってるわけですよね。だからこの現職のものとしては、うん、ナンシー・ペロスっていう、うん、あの下院議長、民主党の下院議長、はいはい、彼女も実はその言ってるわけです、はい、ですから現職として言ってるわけですね、はい、この下院議長としてね、はい、だからそういった意味では現職の大統領、また今回の現職の国務長官を訪ねたというのも初めてわけなんです、ね、うんうん、閣僚初めてですよね。そうですね、うん、でただその一つは、うん、オバマ政権の中で変わっ一つもすでに大きな変化があるんですね、うん、それは、中日アメリカ大使が2人、うん、
要するにあの式典に参加してるんですね、うんうん、あのルース大使と今のケネディ大使、うん、でそれはだから当然国務省、うん、あのまずホワイトハウスの指示の中で動いてるわけですから、うん、今まではその中米あのアメリカ大使がね、うん、そういう行くこと自体はなかったわけです、うん、基本的には、うん、ましてはその式にね参列するってことは全くなかったわけですから、うん、そういった意味では実はもうオバマ大統領はそういう一つのアクションを起こしてるんだと、うん、っていうことで言ったわけですね、うんうん、からもう一つは彼らの残された任期はほんのわずかですよね、うん、で彼が大統領としてのスタートっていうのは、うん、プラハ演説、うん、2009年、はい、それは要するにあの、うん、核廃絶を訴えたわけですね、うん、それをまあ一つの理由に彼のノーベル賞をもらっているわけですよね、うんうん、ですから彼にとってはそれは悲願ではあるわけですよ、うん、ただまあ現実的に言うとじゃあその後核軍縮が進んだのかというとほとんど進んでないわけですけども、うんうん、ただそういった問題意識を持ってる、うんということがあるわけですから、うん、ですから普通に考えれば別に言って何が悪いのよという話になるわけですね、うんうん、で何が障害になってるかというと、うん、要するに基本的にじゃあ原爆投下をどういう評価するか、うん、ということなんですね。非人道的行為ではないかってことですよね。うん、ですから、まあ、これも当時の歴史的状況と今とまた議論するんだ、うん、議論の仕方が違うんだというような議論になるかもしれないけども、うんうん、まあ、要するに当時アメリカで言われたことは、うん、まあ、戦争を早く終わらせるためだという議論があって、うん、ある学者ですね、例えばもし仮に本土決戦やってたらアメリカの若者はこれだけ死んだろう、うん、そういう試算をしてるんですよ、うんうんうん、でそれがもう別に根拠があるわけじゃないけど、うん、その試算がもう一人歩きしちゃってね、うんうん、でその犠牲を実は原爆を落とすことによってですね、うん、実は戦争終結を早めた、早めた、うん、でその件若アメリカの兵士たちは知らなかったんだと、うん、で到達としてはですね、よかったんだ、悲惨な状況をね、うん、回避したんだと、うん、もし逆に本土決戦やってれば、うん、それ以上の日本人は多分死んだかもしれないと言われてるわけですね、うん、で当時例えばもっと振り返れば、うん、当時の日本の 軍部はやっぱりその基本的には原爆が落ちるまでは徹底抗戦だったわけですよね、うん、でもう明らかに負けることは分かってても、うん、実は竹槍持っても戦うんだってやったわけですよね、うん、でそういった人たちが現地にいたわけだし、うん、天皇 の戦後 その終戦宣言だって、うん、あれを奪おうとしたね、レコード版をね、奪おうと、うん、要するにそれを旅行放送させないって、させないっていうのは要するにだから降伏させないってことでしょ、うん、そういった人たちがやっぱり現に日本にいたわけですよね、うん、だからどう考えたっても日本は負けてたわけですよ、うん、ですからその時に本来な軍部もね、犠牲者もやっぱりできるだけ日本の犠牲をね最小限して、うん、要するにその次に備えるっていうのがね、うん、一つ発想だったんだけども、なかなかそういう議論を日本国内この政府の中、うん、軍の中でやっぱできなかったんですよね、うん、でそれがやっぱり原爆が落ちたことによっては、うん、まあ、やっぱそれすごいショックだったと思いますよね、うん、でやっぱり日本はやっぱりこれでやっぱ無条件降伏、うん、それまではいろんな条件をつけたわけです、うん、無条件降伏はしないよと、うん、例えば、ね、天皇制御時とかね、いろんな条件をつけたわけです、うんうん、はい、そうするとそれでも受け入れてくれないわけだから、うん、交渉成立し、まあ、ルーズベルトですからね、和平交渉っていうのは成立しなかったわけです、うん、そこでも無条件降伏って形のこう決断をしなきゃいけなくなったのがまあ原爆の投下なわけですね。ただそれがねじゃあ許されるかどうかって話はまた別の議論になってくる。ただねこれ僕は2つ考えて分けて考えなきゃいけないのは、今回一括的な話をしてるけども、長崎と広島っていうのは僕質が違うと思うんですね、同じ原爆のね。それはね、例えば仮に長崎の広島についてはアメリカの言い分がまあ若干の利があったとしても、長崎はないですよね。どういうことどうしてだって戦争を終わらせるっていうのは、うん、もう明らかに決着ついてるわけでしょ。あ、広島で、うん、ああそれでなんでその1日おきぐらいで出さないといけないのかってですね、それはもう完全にその大きな問題だと思いますし、ただもう一つはこういう議論がありまして、もともと実はドイツの土足だと話もあったんだと。ああそれもちょっとドイツはまあ早々と降伏してしまったんで、うん、で日本に落としたんだと、という形のマッタン計画といってですね、うん、そういうプロジェクトがあったわけですけどね、はいはいはい、まあ、そういう中でいろんなアメリカ国内になって、投下を含めてアメリカ国内で反対のもあったわけですけどね、うん、まあ、そういう状況があったんです、うん、そうするとアメリカにとってみると、うん、戦争は少なくとも正義の戦争だったわけですよ、うん、要するに全体主義、帝国、全体主義、軍国主義に対抗して民主主義が戦った戦争というのは彼の戦争観の中だから、正義の戦争、その正義の戦争の中の一環としての、まあ、原爆投下があったと、で、ね、で要するにオバマ大統領もしくはアメリカのそういうトップの人が、広島に来るってことは謝罪するって
ちょっと意味するんではないかと、うんうん、というね、うん、議論が出てくるわけです、はい、要するに今のアメリカ国民が一番考えているところですよね、ですから、うん、それは認められませんよって話なのね、うんうん、そういう認められないっていうのは多分その強いと思うんですよね、うんうん、そういうのは、まあ、教育の、まあ、結果もあるかもしれないし、うんうん、必ずしもアメリカ人が全部その歴史をよく勉強しているわけではないかもしれませんけども、いずれにしてもそういう抵抗感を持っている人たちが実は特に保守系を中心にしてあるんですね、うんうん、でその人たちをどう納得させることができるんだろうか、うんうん、ということですね。でね、これが非常にセンシティブな問題だというのはね、うん、でこういうなんですよ。オバマ大統領と天皇があったって知ってますか、うん、オバマ大統領は天皇と接見したんですよ。でこれを紹介します。へえ、いつか。オバマ大統領が、はい、オバマ大統領は天皇に深々頭を下げてるんです、はいはい、これは実はアメリカでものすごくね品種濃かったわけです。ああ、なるほどね、はい、要するに敬意を表したのか、敬意と服従っていうディフェレンスっていうね、はい、同じ言葉を使うんですよね、うんうん、敬意と服従、要するにオバマ大統領はディフェレンスをエンパラーに対して示した、うん、で 90% を辞儀した、うんうん、でこれは要するに、ね、謝罪の意味だったと。でそのアメリカで国内ではオバマに対するものすごい人と批判が来るんですね。で保守は一貫してね、うん、オバマはアポロジストだと、うん、弁解して回ってる、うんうん、その一環として要するにこう最後のね広島訪問があるとする、うん、それはとても認められませんよという議論をするんですね、うん、でね面白いサーベイがあります、はい、アメリカ人がじゃあ原爆投下はどういうふうに考えているんでしょうかというのがあるんですね、はいはいはい、で戦争直後1945年にねギャロップが行った調査があるんですよね、はい、で 85% のアメリカ人が、うん、よかった賛成していると、終戦を早めたってことですね、戦争を、はい、まあ、要するに多分終結に向かわしたと。この時はねまだそういうねプロパガンダは行われてなかったんですよ、うん、要するにアメリカの犠牲が少なくなるとか、うん、これはちょっと後でね、なるほど、学者はそういう計算するんですけどね、うん、直後の時はまだそういう意識はなかったと、うん、まあ、戦争してるから、うん、まあ、もうとにかく勝ったんだとか、うん、別にあれでよかったんだとか、うん、日本を打ち負かしたんだってことになったと思うんですね、はいはい、でね、続いて1991年にデトロイトフリープレスという新聞、非常に高級な新聞なんですから、はい、その調査によると賛成しているのは 63% ーですから約 20% 20本以上減っているんですね、うん、で最近で2015年、うん、だから今年ピューって、うん、リサーチさせるんですけども、うん、そこをやったあれではですね、うん、56% が要するに正当化されると、うん、と言ってるんですね。54%、 34% は正当化されないと言ってるわけですね。ですからまあ 50% 以上、うん、まあ、戦争直後 85%、うんうん、から91年で 563%、うん、少しずつ下がってるわけです、うんうん、要するにその、はい、そうですね、正当化できないよっていうことですね、はい、でもう一つ大きな面白いのは年齢によって違うんですね、うん、あ、これはそのピューリサーチのね、はい、60歳以上の人たちは 70% が正当だったと。だから60以上の年、うんうんうん、ところね18歳から29歳は 47% の、うん、ああ、そうか、もうその世界大戦の後にもうベトナムとかワンガンとかいろいろ入ってる世代になりますよね。だから、うんうん、要するにその戦争、まあ、60歳以上だからまだ生まれてない、うん、70年前です。で戦後の世代も含めが入ってくるわけですよね、うん、はい、で、まあ、しかし、まあ、要するに何らかの近い関係ですよね、はい、その人たちの7割は原爆投下、正当化できる、うん、しかし若い18歳から29歳は半分以下、うん、47% しか正当化できないと言ったんですね、うん、からもう一つ面白いのは、うん、党によって違うんですね。で共和党支持者のうちの 74% は正当化できる、うん、で民主党のうちは 52% あ、ね、民主党と共和党でこんな大きな差があるんです ね、 そうなんですね。でさらに言うと男性と女性でも差があるんですね、はい、男性は 62% は正当化できる、うん、から、50% が正当化できない女性、うん、あ、男性、女性、女性、あ、男性の 62% から、うん、女性の 50% は、うん、まあ、正直にジャスティファイできる、正当化できる、なるほど、だから女性は半分ぐらい、なるほど、男性はちょっとちょっと多いということですね。これ白人と非白人、あ、それも知りたいですね。白人は 65% が、うん、要するに正当化できる、うん、で非白人の、うん、のコケジャンは 40%、うん、はあ、それ半分切るんですね。そうですね、そういう形でアメリカ国内でもね非常に大きくね評価が割れてるわけですよ。なるほど、うん、でただまあそういった原爆の正当化できるかどうかっていうと議論と、うん、もう一つだから非常に感情的な議論だけども、うん、謝罪するかどうかって議論ってまた、うん、でもほら今回ねケリー国務長官はまず謝罪ではないって言って記者会見して、はい、
それで、あのこれからリスクを考える、要するにそのケリーさんが言ったことでアメリカ国内で議論が起きるので、うん、それを見てからオバマさんが行くかどうかを判断するだろう。そうね、あのまさにその通りですよね。だから自分もやっぱり、うん、あの帰ったら、うん、あ大統領にね、うん、この問題についてちゃんと考えるようにサジェッションしますと、うんうん、なるほど。ただその時の、ね、英語の文章をね、 I って言葉使ってるんですね。I suggest President Obama I on this issue。 I っていうのはね、どういうことかというと、まあ注意深く見るとか、ね、疑いを持って見るとかっていろんな役があるんですよ。ですから I っていうのだから どちらで取るのかね。なるほど。注意深く見るっていうのか、ちょっと疑いを持って見るというのか、それは分からないけど、少なくともあのケリーは国長官はオバマに会って、自分はまあ、まあ、雰囲気としては進めるかもしれないと、うん、で行くか行かないかはやっぱりその政府、彼自身が決めることであって、しかし、多分私は行けと言うけれども、でも大統領として行けのか、うん、大統領の連携を聞いていくのかっていうのは、私の知るところではないと。なるほど。あれですよね、2009年のね、そのノーベル平和賞を確定させた演説の時にね。はいはい、まあ、なんか広島に行きたいって発言してるらしいですよね、はい、あの要するにあの時には、ね、その落としたことは間違いだろうというような形のコメントしてると思いますね、うん、ですから、だからそのことは逆に言うと保守派にとってみれば、うん、あいつはアポロジストだと、うん、あっちこっちに謝って歩いてるんだと、うん、要するにその結果として何が起こったかというと、アメリカの外交力っていうのが実は弱体化してきたんだというのを示唆してるわけですよね、うん、で多分同じことを議論やれば、今共和党の候補者はみんな多分反対すると思いますよね。まさそうですよね、はい、はっきりとね、うん、共和党支持者の7割、共和党の 74% が、うん、要するに原爆投下が正当であると言ってるわけですから、うん、その代表者だから、ね、多分彼はもう猛烈に批判するでしょうね、うん、そうするとね、何を考えるかというと、うん、大統領選挙は非常に微妙な時期に高いわけですよ ね、ただこれがだからどっちにこう転ぶのかよく分からない、うんうん、そとこれを大きな政治的なイシューにするってことがどうなんだかとなるわけですね。そうするとね、こういうことを考えられるわけですよ、うん、5月にです、ね、サミットに引っ掛けてくるとすると、うん、それ多分大統領選挙の最大のイシューの一つになるでしょう。あ、そうです ね、11月の選挙終わってくるならね、うん、もう選挙イシューじゃないわけだ、うん、そうですね、そうするとね、あえて別に今回来る必要があるのかどうかって話があるわけですね。そうね、ですからもう一つは、はい、あの我々はじゃあ本当にじゃあ別にそういうのも今来てほしいんだろうか、うん、こういう議論は実はあったんですよ、一部の、うん、僕の知り合いのある、まあ、評論家がいましてね、うんうん、彼は金がね、うん、アメリカ大統領は広島に来いと、うん、日本の首相は、ね、パールハーバーに行くと、うん、お互い両方で ごめんなさいと言われば、うん、いいんじゃないのっていう、ね、うん、そういうことを主張する僕の、まあ、知り合いがいます、うん、でもね、今日本とアメリカはどういう状況かというと、うん、ほとんどイシューはないわけですよ、うん、あえてこの問題を、ね、引っ張り出さなきゃいけないんだろうかと、うん、例えば中国とか韓国はね、うん、日本人たち謝罪せって言ってるのって言われて、うん、我々は別に謝罪せとも言ってないわけですよね、うんうん、しかしアメリカ国内ではむしろそういう問題になってきて、うん、非常に微妙な関係だ。あ、なるほどね。だから来ることだから来て、だからもっと困る、例えばこうね、こうお辞儀しただけで、ね、面白いな。要するにさ、岸田外務大臣が自分の地元である広島で外相会談やりたい、はい、で外相会談やるんだったら、はい、みんなで平和の公園行こうよ、はい、それでやったってことで、はい、岸田外務大臣の名前残るわけですよ、うん、ところがね、ひょっとしたらですよ、それが日米の政治的イシューに広がる可能性があるわけ で例えばね、もし今回ももしケリー国務長官、いや俺は行かないよと言ったら大変だったと思いますね。ですよね。だって行かないとあり得るわけでしょ、うん、それあるある。でそしたら広島でやる意味がそもそもないですから、はい、だからそもそも広島でやるのに OK する、はいはい、それでその時に平和公園も行きたいんですけどみたいな話は調整ネゴしまくってるわけですよね、うん、だからかなり土壇場まで調整したいでしょうね。でましてこれでね、G7 で、いや俺は用事があるから帰るなんてやったらね、これはもう深刻な日米の通称日米問題になりますよ ね。本当に政治のイシューになります、で、ある程度それを今やらなきゃいけないんだろうか、それをやらなきゃいけないような今必然性があるんだろうかと。私長い歴史から見ればね、やっぱり我々はこの問題というのはアメリカと議論していかなきゃいけないし、でそういうところでこう、ね、やっぱりこうよくアメリカのこの世論に対してもね、やっぱり働きかけていかなきゃいけないと思うし、でもっと言えばね、
核はね絶対悪なんですよ、うん、絶対悪なんですよね、うん、だからそこがまあベースなわけだから、うん、だからそこからどういう形で議論を作り上げていくのか、うん、とか過去と未来をどういう形で議論していくのかってことを議論しなきゃいけないわけですね、うん、だからね妙な言い方だけども、うん、その岸田さんも安倍さんも自分の得点を上げたがってるんじゃないかと、うん、で安倍さんはねあのそうそう岸田さん一人で絶対決められないから、はい、こんなのって、はいはいはい、OK 出すのは安倍さんなので、はいはい、その本当に、ね、安倍さんの、ね、考えてるのが見え隠れしますね、はいはい、ですからそのこれ、まあ、コストベネフィットじゃないけどね効果っていうものがいい方向に必ず向くとは限らないと思うんですよねっていうことですよね、要するにその今日米間で あんまり問題が今イシューがない問題がない、うん、その貿易摩擦があるわけでもなく、はいはいはい、その日本の円高が進んでいてもそれはドル安の影響だとしても、うんはいはいうん、アメリカが主導してそれを日本が必死になって抵抗してるっていうことじゃないので、うんうんはいはい、でそのソビエトにロシアにしてもそんなにアメリカが日本の姿勢に対して怒ってるわけでもなく、うんうんでその韓国といざこざしたのはちょっとアメリカいい加減にしろよって言ったのもあるけど、で中国に対しても日米共同で南沙を封じ込めてるわけだから、うん、本当にイシューがない、うん、それをこれにだから今の日米同盟を強化する意図的にね、うん、強化しなきゃいけないという状況にはないわけです、うんね、でこれは例えばその障害になってるから日米同盟はうまく進まないとか、うん、そういう話でもないわけですよ、ですよ ね、うん、でむしろ逆に言ったらむしろ怖いのは次の大統領は誰なのか分からないわけだ、うん、トランプさんの方は大事件ですよね。それはもう、まあ、そのプロセスで多分、ね、もう徹底的にそういったあの国はオバマ批判というのが展開すると思いますよね。でそれはだから大統領選挙に、まあ、どこまで影響するのかって分からないけども、しかし共和党の 74% はね反対、支持してるんですよ、問題ないわけですからね、うん、ですから逆に言うとそういった連中をもっとこう引っ張り出すことになるかもしれないし、だからアメリカ国内の、うん、要するに対立をまたこう作り出してしまうわけですよね。そうするとじゃあ何のためにね、うん、お互い良かれと思ってやったんだけども、うん、日本にとっても中国かアメリカにとっても、うん、決して好ましい結果って出てこないかもしれない、うん、ですね。そうなぜ今やんなきゃいけないんだろうか、うん、話ですね。まして一番タッチの時にね、うん、やんなきゃいけないのかって話なんですね、うん、そうどうしてもねとなんかこう目立ちがりやというか、うん、なんか俺はこういうことやったんだ実績作りみたいな気もしなくもない。ちょっと中野さんこれ読みましょう、はい、これね今日ね下手すと終わらないですよこれ番組にこれ鳥さんどうぞお願いします。はい読みます、はい、大統領が来て何を言うか見ものですね、うん、行くんじゃないかなもう思い出作りやってる感じだしとか、うん、ワマ大統領電撃的に広島へ訪問すると思う、うん、長崎かもケネディ大使、うん、ケリー国務長官、うん、オバマ大統領と梅雨払いは万全、うん、核の傘とか言ってるのに日本政府の偽善は目に余ると、うん、まあ立派な戦争犯罪だよねとか、うん、オバマさんは勝手に来てもらってトランプ大統領に来て土下座してもらおうとかそういう書き込みもありますね、うんうん、ルーズベルト・トゥルーマンが謝れっていう方もいます今は情報戦などが主な戦争で核の保持がそれほど重要でなくなったという人もいるんですが、実際核保有って脅威ですかと質問が来てます、うん、それはむちゃくちゃ脅威です。全ての国が核武装すれば平和になると、原爆落ちる前から停戦交渉してたはずではと、うん、まあそうなんだよね、してたんだけどポツダムの無条件降伏を飲みなさいっていうのに日本は嫌だって言ったんだよね。はいどうぞ。はい、今の大統領呼んでもなぁ、アメリカの言い分はそのままでいいし謝らなくていいから民間人の大量虐殺だったってことは認めてほしいという意見もあります、うん、なるほどね、うん、テロリストに渡ることが最大の危機って核の話ですね、うん、今ね、うん、でも北朝鮮が核持ってるのってもう恐怖だよねいろんな意味で。はいどうぞ、はい、降伏しそうだったから慌てて人体実験を強行したと、うん、日本側の降伏交渉を蹴ってまで落としたから一層悪と、うん、ソ連参戦で降伏決めたんだよ原爆は降伏の言い訳でしかないと、うん、そういう見方もありますね、うん、はい、はい、違うタイプの原爆実験でしょうと。そうなんだよね、広島長崎一発はナチス製、うん、二発ともナチス製説もあるし登戸でも核実験一歩手前で終戦と、うんウラン型とプルトニウム型の人体実験をしたかったから2回原爆を投下したと、
理系も原爆を研究してたし、うん、あと写真を見て多分慎重さもあると思うっていう意見、うん、さっきのね、はい、お時期事件ね、はいはい、オバマさんはエリザベス女王には会ってないのかと、うん、原爆投下の背景には明らかな人種差別がと、うん、あと動画、さっきの写真を見て、うん、動画で見るとそう深くにも見れないんだけど写真だとね、うん、お辞儀が深くされているのが気になるみたいですね、うん、長崎投下米軍失敗と言ってます、うん、威力は長崎の方があるのに損害は広島以下東海地山川でと、うん、ピューリサーチセンターは有名と、うん、オバマは来ることに意義があるそうでなければ世界に大きく発信あそうすれば世界に大きく発信できると、うん、個人的にはサウスカロライナのプルトニウム受け取り拒否について言及してほしいけど今のマスコミはしないだろうなと、あと、いや流れちゃった、うん、ちょっと待ってください、あとピュー最近活発に活動してるねと、うん、長崎は爆風が山に遮蔽して威力半減投下何秒か早く落としてと、うん、とあと、うん、長崎は北九州が曇ってたから変更してたんだろうと、うん、あと広島県民も当事者と血縁もないけど謝罪してもらって何か意味があるのと、うん、でさっき中岡さんの友人が言ってたって話で、うん、代わりに安倍ちゃんが真珠湾にっていう意見の方もちょうどいましたね、うんうん、謝罪への布石にしてほしいと、うん、要求して謝罪されたってしょうがない、とりあえず広島に来て何があったのかをその目で見てほしいだけなんだよね、うん、と、パールハーバーと広島は比較にならないでしょうと、うん、その理屈だと真珠湾攻撃したから原爆投下されても仕方がないという理屈になりかねないと、うん、オバマの後ろに軍需産業がいるからねと、うん、安倍さんが岸田さんに花を持たせて広島に、岸田派は安倍さんを支持と、他人に非 を簡単に認められるのは日本人だけよと、差別もあるだろうけどそれだけじゃないでしょと、うん、岸田さんが言う前の議論済みなんだろうなと、うん、謝罪か否かについては触れず、まず来てもらうだけで意味はあるんじゃないかしら。外交は突き詰めると成り立たない。まあ触れるだけでいるのは無理だけどと、うん、触れないでいるのは無理だけどと。うん、岸田外務省は、うん、外務官僚のイエスマン、うん。オバマ大統領がお辞儀するだけで与党支持率アップしたらこの国終わりだなと。うん、トランプになれば良くも悪くも自立するチャンスと、うん、核が不要になったわけではないのに軍縮やら謝罪やら謝罪なんて実のないもので、なんですか、留飲下げても仕方ないよと、うん、ごめんなさい、安倍さんはオバマヒラリーラインに12年間をかけた、ヒラリーは4年間だと踏んでいると、核武装論は軍事企業の工作だったりするアーミテージだそうですね。ミサイルポチって撃ってるわけでなく、核発射は時間がかかるから用意してる間に先制攻撃されるって話でした、うん、現にロシアもアメリカも核を減らしてるとか、うん、それがそのなんか今まではその北朝鮮の時にこれも言われてたんだけど、なんかあれなんですよね、あの小型化されて発射が容易になっちゃうとそんなに実は準備に時間がかからない、それを潜水艦に乗せられたら困るとか、そういうことみたいですね。はい、富さんどうぞ。はい、トランプの核 OK に対してオバマが広島に来れば核ダメアピールできると、謝罪よりなくす努力を見せてほしいと、原爆投下の効果を検証したかったから、それまでは通常爆弾を投下しなかったと、うん、利権だからね核も、うん、固体燃料核の小型が、なるほど、うん、以上です、はい、ということで、うんうん、なんか一つね、はい、付け加えたいと思います、はい、実は私は広島出身なんです。あ、そうなんですか、はい、広島の、まあ、市じゃないですけど、ああ広島県出身ですけど、はいはい、三原っていう、まあ、小さな町なんで、三原、はい、
で、ね、僕は小学校3年までいたんですよ、うんうん、でね夏休み登校日がありましてね、うんうん、記念日なんですよ、うんうん、でサイレンがね街に鳴り響くんですね、うんうん、で木8月15日のことですか、はい、あ違う8月、6日、はい、あの原爆投下日ですね、はいはい、その時にやっぱり我々はこう黙祷するわけですよ、うんうん、でもねあの何を言いたいかというと、うん、それは広島の県のイベントなんですよね、うんうん、でもっと言えばねあの我々はまあこんなこと言ってるけども、うん、でも戦争体験も含めて、うん、から戦争責任も含めて、うんうん、からこういうな原爆の問題も含めて、うん、実は相当もう風化してきてるんじゃないのか、うんうん、日本自体が、うん、本気でじゃあそういう安全平和の問題とか、うん、もうそういうことを議論するだんだんで薄れてきてて、うんうん、しらけてきてて、うんうん、でなんかこうやるこう旧来型のね安全保障論みたいな軍事的均衡とかね、うんうん、から場合によっては核武装することをする人もあれもね、うんうん、政治家の中にも含めてね、うん、出てきてるわけですね、うんうん、そうするとね全体として日本人自身がすごく関心も希薄になってきて、うんうん、昔はねやっぱり大変な、まあ、それだから政治問題もありました、うん、のそういうそのそのセレモニー自体はね、うん、そういうそのあるいはこう政治のちょっと対立の場だったっていうことで、うん、一番ニュースなんかも大きな議論だったわけですね、うん、しかしなんか我々本当にここ考えてんだろうかというね、でたまたまこういうニュースが出てきたからこういう議論してるんだって、うん、例えば我々はその原爆問題とかそういう問題について、例えばアメリカではこういう形でやられてるけども、うん、日本ではほとんどそういう調査されることもないわけですよね、うん、でむしろ海外で調査をしてるんですよね、うん、意外に驚いたことね、戦争直後ですよ、うん、これさっき の,、うん、ギャラップの調査なんですけどね、うん、実は戦争1990年デトロイトフリープレスの、うん、1991年の中で、うん約 29% の日本人が実は原爆投下を認めてるって書いてある、うん、マジで、うん、この調査結果ではなことないでしょ、うん、だからこれきっと世論調査の結果なんですけどもね、でそれが今は例えば、ピューの調査ではですねそうですね、今 14% あだその戦後2015年に行われた世論調査では 14% の日本人がいいと、79% は正当化できないと言ってるんですね。だからやっぱりそれは戦後直後でいくと 30% 近く、90何年でしょうね、だから40年91年ですね、これはデトロイトフリープレスは、うん、だからこの戦ギャラップの場合はねこれ日本の対象にやってますよ、はいはい、これはアメリカだけの話です。から91年は日本人の 29% から去年の行われた調査では 14% の日本人は実は正当化できると言ってるわけなんですね。そういう結果が出てる、だから結果についてまあコメントするあれはないです、こういう結果なんですよ。だから逆に言うとまあ、それ少ないか多いかね、うん、それはまた評価は分かれるところですけど、うん、たださっき言ったように我々は本気でね、うん、本当にこの問題じゃ原爆廃止の問題とか、うん、その本当に我々は考えてるんだろうか、うん、とね、から本当に平和の問題を考えてるんだろうかと、うん、どうも、ね、時代が経つごとに当然の話だけども、うん、戦争体験も希薄化され、うん、世代交代も起こり、うん、むしろ逆に言うと、まあ、若い世代っていうのは、うん、むしろ逆に言うとどっちかというとすごくナショナリスティックになってきてね、うん、で本当この問題そのもの自体が、うん、この原爆の問題も含めていろんなことも含めて、ね、実は戦後ってもずっと遠くなってきてるんだと、うん、そのことの方がね、うん、僕はより深刻な問題だと思うんですよね、うん、でほとんど議論されることもなくなってきてしまった、うん、そうですね、だからそれはだから これいい機会なんでね、うん、だからこういう、まあ、皆さんこういう例えばアメリカが行われた世論調査の多分数字は多分知らないと思いますけども、うん、まあ、こういうものを見ながら、うん、しかしアメリカの若い世代はもう5割切ってるわけですね、うん、その正当化できるという人、うん、だからそういったこう単純な図式でね、うん、こう必ずしもこう理解できない複雑なね、うん、非常に複雑な問題がここにあるわけで、うん、それは非常にいいねこう議論の素材だと思うんですよね、うん、そうですね、はい、ということでちょっとじゃあ最後ですね、こう考えるとプーチン大統領の伊勢島サミットへの電撃参加も可能性あるねって、イデオロギー闘争の道具にもなった、うん、広島県民もそんな空気あるのか、セレモニーと言われたら確かにそれまでですね、うん、あれほどの威力だって知っているから持つべきだって発想になりうるんだと思いますが、うん、ずっと戦争しているアメリカ人と日本人は感覚が違うだろうなとか、
核兵器なんてナチスより救いようがない、あんなもんを肯定してはいけない、スミソニア博物館の館長クビになったからな、原爆投下が正しいとは思わないけど国際協定とかがあっても戦争は結局何でもありだと思う、うん、なんかほら、うん、あのエノラゲイがさ、はい、あの広島に落とした時のやつをその実際にやってみせるっていうイベントをアメリカやろうとしたんですよね、うん、やったのかな、うん、それはねさすがね僕ね、うん、記事書いた時にね、うん、ひどい人たちと思ったんですけどね、うん、そうですね、うん、はい、ということで あとねもう一つ言いたいのはこれあの決してマスコミ機関ではないんですけど8月6日8日15日近辺って、うん、NHK 特集を含め戦争に関する映画とか特集とかやるじゃないですか、うんうん、でそれを僕見てると、まあ、その映画もなんか日本頑張ったな日本とかいう映画もあれば、うんうん、なんでこんなことしちゃったの日本みたいな戦争映画あるんですけど、うんうんうん、まあ、見てても、まあ、僕もいろいろ歴史のことを知っているのであの思い出すし反省する場になるんですよ、はいはい、さっき言ったその風化しないさせないんですけどね、うんうん、今やんないっすもんね、うん、はい、ということで毎年憂鬱になる季節、はい、アメリカの戦争感は理解できない、はい、じゃあ、アメーバフレッシュの方はあ来てますね、なんたってマスコミが隠すパナマ文書でしょそうっすね、パナマ文書を多分 どっかでまたこの番組でやると思います、それでは次回は、4月18日月曜日1週間経たないってことですね、4月18日月曜日16時からを予定しています、コメンテーターは浜谷さんです、ね、1週間、はい、ね、1週間空いてやると、ね、ニュースが、ね、なくて大変なんですよ僕で同じテーマやったら違った意見が出るかもしれない、いや浜谷さんまた違うこと言うと思うよ俺浜谷さんはね絶対詳細すべきだ来て謝るべきだとはい、はい、ということで、じゃあ毎日やるかってさはい、ということで中尾さんどうもありがとうございました、はい、皆さんどうもありがとうございました。